この話は軽い気持ちで聞いてください。私の古くからの知人なんですがね、この人その幽霊とか怪談これ苦手なんですよ。まあ早い話が結構な怖がりなんですがね、この人が秋の初め奥さんと二人でもって箱根に旅行に行ったんですね。パンフレット載ってるようなそのお店行って美味しいもの食べたりしながらね、あちこち土産物見て回ったり買い物したりして、で遊覧船乗って芦ノ湖の紅葉を眺めてね、で宿へ帰ってきた。まあ箱根ですからいい湯があるわけで、温泉使ってああいいなってんで上がってくる。一息ついてるとこれ夕食なんですがね、テーブルにシャレーた料理がこう並ぶわけですよね。美味しい料理をいただきながら夫婦でもってカーッと飲んでる、これはもう最高ですよ。でまあ食事が済んだ、どうのこうのとしているうちに、さあじゃあもうそろそろ寝ようかというんでね布団に入った。気持ちよく一日過ごしてますからね、気分よく眠っちゃったと夜中頃、お父さんお父さんお父さんで奥さんの声でふっと目が開いて見ると、向こうの布団から奥さんがねこっちをじーっと見て、お父さんお父さん言ってるの。なんだ奥さん、お父さん言いながらね、じりじりこっちにじり寄ってくる。と思ってうちに自分の口に入ってきて、お父さんって来た。なんだよどうしたんだよお前こんな夜中に。ダメだよ俺無理だよ飲んじゃってるから明日にしなさいよって言ったら、お父さんって言いながら寝巻きにグッとしがみついてきた。これは手がカタ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 震えてるわけだ。と思ってた。お父さん誰かいるんですよ。怖がりですからね。と思ってでもまさかそれ、まあ、なんかの見間違いだろうとは思ったんですけど、どこにって言った。あの壁の隅なんですけどね、二通りのあの屏風のとこに誰かいるんですよ。と思いながら見た。いる、確かにいる。それせいぜい自分から2メーターくらい、ちょうど部屋の隅なんですがね、二つ折りの屏風があって、そこに夏服を着た女がポーッと立ってる。これもう一目見た瞬間にこの世のもんじゃないってのが分かった。部屋にはね、あの就寝用の小さいからポツンとついてる、その辺りは明るい。でも周りはもう暗いわけだ。で顔は確かに見えるんですけれども、はっきりとはしない、明かりの加減でもって。でもどうやらこれこっちをじーっと見てるらしい。もう怖くなっちゃった、どうしようもない。ふーっと思ってると奥さんが、お父さんお父さん どうしましょう。奥さんに言われてね、男ですからさ、どうするわけいかないってわけでもいかないんで、どうにか耐えて、この人が言った言葉が面白いんですよ。お前あの人に帰ってもらいなさいって言ったんですよね。私が20代の頃なんですがね、ちょくちょく行っていた渋谷の居酒屋さんがあるんですよ。まあ値段も安いんですがね、そこはあのお客さんの顔ぶれがねまたちょっと変わってて面白いんですよね。そんな中にその女性週刊誌の記者の方がいましてね、その人私よりはまあだいぶ年上でしたけどね、でよく会うとあるこれ話をするんですがね、まあそんな頃なんですがね、当時この方はその女性週刊誌の中の旅のページを扱ってたんですね。当時今どこどこがとってもお花が綺麗ですよ、こういうお店がありましてね、その店にはこんなおばちゃんがいてこういうものを作ってくれますよとかね、ここ行くとこんなものが取れますよってのを紹介する、結構これ人気だったんですね。でたまたまその時に上高地へ行ってみようってことになったんですね。これ当時ブームだったんですよ。まだその秘湯ブームなんてのは来るはるか前の話ですからね。で上高地、芥川龍之介の河童で有名な場所ですよね。でまあ穂高だとかね槍ヶ岳だといったのは景色もいいわけですが、その周辺にどっかいいとこないだろうかと。で、まあ、地図を持って、これは足で持って探すわけですからね。で今まで誰も知らないようなところを見つけるわけだ。でこの人は自分の 125cc のオートバイに荷物を軽くちゃって乗っけて、それでバーッと出かけたわけだ。であちこち回って、この道行ってみようかな、ここにあるんじゃないかなと、あ
このお店面白いな、ここにこんな人いないから、まあ尋ね探し探し自分で行ったわけだ。もともと嫌いな方じゃないですからね、夢中でやってるうちに気がつけば随分日は傾いてる。山のことですからね、日がふっと山の向こうに入ってしまったらもうあたり暗くなっちゃうんで、これ終わっちゃったな、随分暗くなってきちゃったし、もうそろそろ引き上げようかと思った。ところが地図は持ってるんですが、あちこち回ってるもんですから、あまりはっきりと今自分がどこにいるかこれわからない。町の方角というのは大体の見当はつくんですがね、結構距離がある。まあどっかで宿を探そうというのは、どこへ自分が行くかわからないんで、要するに宿を予約してないわけですよね。オートバイに乗ってドーッとバタ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 やってきた。どん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 暗くなって、嫌だなと思ってるうちに、どうやらそれ古い街道の跡らしいんですがね、全く民家がないんですよ。そのうちふーっと霧が出てきた。あら嫌だな、霧になっちゃったなと。これがどん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 霧がこーくなってくる。辺りは暗くなってるし気が出てくるんで、気持ちが焦ってくるわけだ。やったなとかないかなと。やがて行くうちに向こうにふっと霧の中なんですが、古い木造の建物が見えたね。あれと思って、あれもしかすると宿じゃないかなと思って、バタ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 行ってみた。木造の建物が建ってる、2軒並んでるんですね。ところが2軒とも戸が閉まってる。どう見てもこれ人が住んでるとは思えないんですが、まあ一応降りて、すいません、ごめんください、すいません、返事がない。あーやっぱりダメか、しょうがないなと思ってオートバイに乗って走り始めて、ひょっと見ると道の反対側ですよ、向こうに同じような木造の建物なんですが、うっすら明かりが漏れてる。あれ宿屋らしいな。行ってみると宿屋の看板も出てるんで、あよかった助かったと思ってね、すいません、ごめんください、すいません言うと、はいっていう返事が中からしたんで、あよかったな助かったかなと思った。ガタガタガタと巻いて、70半ばを過ぎたくらいのおじいさん、細い体でもってはい顔出したんで、あーすいません、今晩こちらに泊めていただけないでしょうかと言うと、このおじいさんが、ああそうですか、いや実はうちは5年前まではね宿屋やってたんですがね、女房が亡くなって人手がないもんですからね、もう今やってないんですよって言った。あそうですか、じゃあこの辺りにどっか泊めていただけるところはないでしょうかねって言うと、いやこの辺りにはもう民家はないし、これから町へ行くというのもこれも気の毒だし、そうですか、じゃあこんな具合で何のおもてなしもできませんけれども、もしよろしかったら泊まるだけでしたらね、どうぞうちへお泊まりくださいって言ってくれた。あよろしいですか、助かります、言うんで、まあ好意に甘えたわけですよね。で2階の部屋案内された。昔のこの電球ですよね、線香ガスがついてる、ちいちゃい豆電球もついてるわけだ。じゃあお世話になります、部屋入って、そのぼやーっとしたような明かりの中でひょいっと見た。よく見たら結構作りいいんですよね。おお、これ結構作りはいいんだな、昔はさぞかしだったんだろうなと思いながらね。で小さなテーブルを借りて、そこでもって今日の取材のまとめしてた。とトン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 1トン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 、階段を上がってくる足音がして、ごめんなさい、つーって襖が開いた。でおじいさんが、この布団使ってくださいって言うんで、布団持ってきてくれて、ふっと置いたんで、ああ助かります、ありがとうございます。でおじいさんまたトン、襖閉めてトン、トン、トン、降りていった。普段よく持って歩いているポケットピンがあるんで、今度はそれを出してね、クッと見ながら、ああもう少しやっちゃおうと思って、こうやってと、凝ったなと思って、へって気がつく、結構いい時間なんだ、ああじゃあもう今日は寝ようかってんで布団に潜り込んだ。体疲れてますからね、いい気分で寝ちゃったんですね。シーンとして寝てると、なんだか知らないけど、ふわーっとこう顔にくっついてくるんだ。また何かふわーっとくるんだ、なんかこう変なのがふってきて、やってるうちに目が開いちゃった、なんだろうなと思って、小さな豆電球、あたり暗い闇なんではっきりとは見えないと、なんかこさわってるもの、あ髪の毛だと思った。自分は髪の毛短いんだ、こんなにあるわけないんで、なんだろうって、うわってやった瞬間に隣で持ってざわっ髪の毛に触った、うわっと闇の中、隣に髪の毛があるんだ、肘が肩にぶつかった、うわ
隣に誰かいる。いや隣じゃないんだ、自分の布団に誰かが一緒に寝てるんだよ。と思う。とうっすら化粧の匂いがしたんで、なんだおい、これどうなってんだろう。怖さも怖いんですが、なんか不思議な気持ちになっていて、なんだろうこれと。かすかな薄上がりの中、ふーっと見ると、どうやらバサーッと頭から髪の毛をかぶって、横を見てこう女が寝てるらしい。なんだよこの女と。どうにも気味が悪いわけだ。で、気味が悪いし、じゃあやっぱ顔を見ようかなと。怖いながらも自分の指先でもって、女の子の髪の毛ね、ふっ、指を入れて、スーッてかき上げた途端に、あがっと。寝てるとばっかり思ったその女、パッチリ目開いてこっちじーっと見てるんだ。うおーっと思ったと、女がスーッと起き上がってくるんだ。あらーっと思った。でそのまま立ち上がっちゃったの。こっちは何にも言えないでいるんだ。で襖のとこ行ってスーッと開けた。で廊下へ出てパタッ襖を閉めて行っちゃった。なんだおい、あれなんだ、あれなんであいつは寝てたんだろう、あれ何者なんだろうと思った。トイレ行ったのかな、また来るのかなと思った。なんとなく気味は悪いけど、なんか不思議な気持ちで、なんだろうと。まあ元は記者ですからね。そうこうするうちに、ちょっと様子見てやろうと思って、自分起き上がってね。今女が出てったこの襖、スーッと開けて出ようと思った瞬間、あらっと思った。目の前、押し入れなんだ。廊下なんかじゃないんで、ええー、と思った瞬間に、おじゃあ、おい、今のあいつ、この世のもんじゃないのかと思った瞬間、ズカーッと来て、もうびっくりしたもんですけど、どうしようと思って、向こうに襖が開けた、そっち廊下があるんで、見りゃ階段なんで、そっち、タン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 と、ふっ、廊下の先、うっすら金が漏れてるんだ。はーっと思って、すいません、ごめんください、すいません、夜分申し訳ない、すいません。中で、はーいって声が来た。ずーっと開けたら、おじいさんがいた。小さな薄明かりの中、布団の中でこう、体を起こして、おじいさんがこっちじーっと見てるんで、すいません、いや、今ですね、話をすると、おじいさんが、あー、そうですか。実はね、この辺りって昔小さな車がありましてね、何軒か女郎屋さんがあった。ここもそうだったんですがね、でまあ廃業したんで、それを私が買って女房とずっと宿をやったんですがね、いやもうこの辺り長いこと客はいませんからね、しばらくぶりにあなたがお越しになったんで、きっと女郎が嬉しくって顔を出したんじゃないですかって。で警察にうわーと思った。冗談じゃない、どうも怖いんで、ああすいませんでした。部屋に戻ったんですが、寝る気にはならないんでね、そのぼやーっとした明かりをつけたままこうじーっと来てた。これが春先だったんで、早くに日が上がるわけですよね。外がうっすら明るくなってきた。はあもう言いたくない、じゃあもうすぐ行っちゃおうって言うんで、布団を畳んで荷物をまとめてね、で階段をトン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 と行った。で廊下の先、おはようございます、すいません、おはようございます、返事がない。これおかしいなぁと。ちょっとちょっと。なんか様子が違うんで、スーッと。あら部屋の中もぬけるから、誰もいない。あちこち雲の巣張ってるな。床にスーッとこう、ほこりがね、こう溜まってるん。ええー、と思ったけど、まあ、当時ですから、お礼のね、2000円を置いて、それで宿を出た。オートバイに乗って、バタバタバタ。で、まあそこを後にしたわけですよ。まあちこちこう回りながら、やがて時刻は10時も過ぎた頃、ところどころお店も開いたんで、食事どころへ入ったけど、で朝ごはんを食べて、そこの年配のおかみに、いや実はねこういうところがあったんですがねって聞くと、いや私ここの生まれなんだけど、それねってなってな、あでもね確かに昔ね、あの車のようなとこありましたよ、まあ遠で昔なくなってますけどね、確かそこを取り壊す時にね、なんだか家の下から人の骨が出たとか言って騒ぎになりましたけどねっていうような話を聞いた。これ結構週刊誌に近いんじゃないかなと思って、で早速またオートバイに乗って行ってみた。バタ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 、確かこの辺りだろうなと思ってね、行くんですかないんですよ、行ったり帰ったりしたんですけど、とうとう見つからなかったそうですね。どうやらそれは霧の深い死に現れる幻想か幻覚か何かなのかもしれないですね。
大学の学園祭のダンスパーティーの会場に友達に付き合わされてやってきた、まあ、仮に A 君としておきましょうかね。入り口でチケットを買って中に入るとステージはもうちょうど生の演奏の最中で、薄暗いフロアでは何組かのカップルがスローな曲に合わせて頬を寄せ合ってね、抱き合うようにしてこう踊ってるわけだ。パートナーのいない連中というのは暗幕が張られたその壁際であちこちこう自分の相手をこう物色してるわけと、友達がめぼしいことも言ったのかスーッと言っちゃったの。一人残った A 君がじゃあ自分も誰かと踊ろうかなと思ってこう辺りを見たんですがね、とその時ふっ視線を感じた。誰かに見られてる、誰かが自分を見てる。ん、周り見たんですがね、そんな人いない。でも確かに何か見られてる。なんだろう、どうだろうとスーッと視線を持ってたと、その視線がふっと止まった。それは壁にかかったその暗幕の下、そこに銀色の靴が見えて白い細い形のいい足首が見える。はあ、はあ、そうか、暑くなったカップルが暗幕の裏でもって抱き合ってチステムしてんだろうと思ったんですが、男の靴がない。え、女何してんだろうな。はあ、そうか、あの暗幕の裏でもってきっとこのフロアにいる誰かをその様子を覗いて見てるんだろうなと思った。で、じゃあ待てよ、今自分が感じたあの視線、自分が見られていると思ったあれはもしかするとあの女かなと思った。なんだか興味が湧いた。その彼女の顔が見たくなったんで行ってみようと思ってね、天間君とか行ってみた。多分向こうからこっちは見えてんだろうなと思いながら、君そんなところで何やってんのって言うと、ふん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 、暗幕の裏で笑い声がした。それで彼女の顔の位置が分かった。あ、こいつは脈があるなと思ったんで、ねえこっち来てさ一緒に踊んないって言うと、ふん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 、また笑った。これどうやらうまくいきそうだ、ああ君の顔が見たいなって言うと、後でね、初めて彼女は口を聞いた。それが暗幕を通してことさらにハスキーでこう魅力的に感じたの。え、何今ダメなの、なんかまずいことでもあるわけって言うと、多分私を見たらあなた普通じゃいられないわよって言った。自分でもって普通じゃいられないって言うんだから、これさぞかしなもんなんだろうなと思った。で、おお、じゃあさ今は見ないけどさこれならいいかなって言うんで、 A 君がふざけ半分に暗幕の上からね両手でもって彼女の顔をふーっと包んだら、ペチャッと潰れた。うわっ、なんだこれ、え、あまりのことに呆然としてると、おいお前そのとこ何してんだよと友達が来たの。いや今さ彼女と話してなって言うと、え、女なんか見なかったぜとか、いやいやいや、この暗幕の上にいてさ銀色の靴履いてチュッと見て靴がない、おかしいな。暗幕がくっと掴んでふっめくってみたんですがね、そこには壁があるだけでもって誰もいないんだよ。いやいや俺今ね実はこうだったんだって話をすると聞いてた友達の方がふっと顔色が変わって、お前それやばいぞ、いや何年か前のなこのダンスパーティーのこの会場でもってな、なんかカップルが知り合ってさ、これ意気投合してな二人でもってガン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 なんだ仲間と飲んだらしいんだ。そのうち一気飲みになってな二人ヘベレケ酔っ払ったんだよ。でそのうち男の方がな自分の車でもって彼女送っていくって言い出したんだよ。でみんな止めたんだけどさどうにも聞き耳なんか持たないんだ。で彼女を乗っけてこの男が車をバーッと走らせた。車は猛スピードで走っていったんだ。そして立体交差の道路橋のコンクリートの壁にな車が激突したんだよ。車は原形を飛べないほどにぐっちょり潰れてな二人は即死だったそうだよ。その潰れた車の中から銀色の靴を履いた彼女の足だけが出てたそうだけどな。
彼女の体で原形をとどめていたのは膝から下の足だけだったんだってさ。ちょっと、え、それで足しか見せないのか。ああらしいよ。お前それ誰から聞いたんだよ。うん、今一緒に踊ってた彼女がさ教えてくれたんだよ。この大学の七不思議の一つだってさ。でな、彼女はパートナーを探しに毎年このダンスパーティーの会場へ来るんだってさ。え、気をつけろよ、今年はお前がパートナーかもしれないぞって言うと、 A 君が思ってるほど友達の方はさほどに深刻には思っていないらしいんだよ。でもさすがに A 君も言った、うわなんだ気持ち悪くなってきた。今でもどっかからじーっとその彼女が自分の方を見ているようなそんな気がする。おい俺なちょっと具合悪いからさ、さっき帰るわって言ってダンスパーティーの会場を後にした。外へ出るともう辺りは夜の闇に包まれてる。自分の車が駐車場に置いてあるんでそっちへ行ってみた。ドアを上げて車に乗り込んだ。見上げれば星もなく今にも降り出してきそうな陰気な曇り空。ドン、ドア閉めてひょっエンジンをかけた。で、おお車が駐車場を出ていく。闇の中ヘッドライトが前方照らしてる。なんだか体が重い。妙にゾクゾクする。背筋の辺りがヒヤーッとして全身から冷たい熱がふーっと吹き出してくる。ふーっと運転しながら、嫌なことにかかっちゃったな、やっぱり行くんじゃなかったなと思いながら運転した。やがてヘッドライトの照らす前方にうっすらと立体交差の道路橋のコンクリートが見えてきた。壁がぐーっと近づいてくる。気がつけば結構スピードが出てるんだ。あれ随分スピードが出てるんだ。いやこれ少し遅くしようと思ってシフトレバーにふっと手をやった。その時に視線の端で何かちょっと動くのを感じたんで、ひょいっと目をやった途端に、え、一瞬行きやと思った。いる、女がいる、女が乗ってる、いつの間にか乗ってる。うーっ、助手席の床に銀色の靴を履いた白い女の足首が見えた。うわーっ、体が凍りついてる。車はブーッと走ってる。道路橋のコンクリートの壁がグーッと近づいてきた。聞き覚えのある笑い声が隣で聞こえる。うわーと、なおもコンクリートの壁がぐーっと近づいてくると、そんなに私が見たい？見たら多分あなた普通じゃいられないわよ。女のささやくような声がした。思わず A 君がふっ横見た途端に、あーって悲鳴を上げた。なんとそこにはぐちゃぐちゃに潰れた肉の塊が座席に張り付いていて、口と思われる部分だけがパコッパコッと動いてる。ああ、悲鳴が来る。目の前にコンクリートの壁がグーッと近づいた。車はコントロールしたってガーッと激突した。どのくらいの時間が経ったのか。おい、今年もまた学生だよっていう声でふっと目が覚めた。気がつくと自分は担架で運ばれてる。どうやら今年は自分がパートナーだったらしい。50代の男性で小田さんというイラストレーターの方なんですがね、この話はねなんかこうちょっと不思議なようなね、懐かしいようなそんな話なんですよね。で、この方のふるさとというのは山陰地方の日本海に面した古い町なんですがね、これはその小田君が中学2年生の
夏休みの時の出来事なんですがね。で当時その中学校ではね、夏になると課外授業というのがあったそうで、これは美術部が中心になって2泊3日の、旅行に行くんです。これはもう全校が誰でも参加できるんですよ。で、当時小田君は美術部に所属してますから、自分もこれに参加したわけなんですね。でその年は、自分たちの町から列車に揺られて1時間半くらいで、そこからバスで行ったところの高原の民宿だったそうですかね。宿へ着くと、そのオーナーの女性主人という人がね、スタッフと一緒に行こう出迎えてくると。この民宿というのは当時としては珍しいモダンな洋風の作りだったそうですよ。で、それに、みんな生徒はね、目を引かれたわけで、へえーと驚いた。と同時に生徒たちの注目を集めたのがこの女主人だった。それというのはね、赤い髪の毛で色が白くて彫りの深い顔をしてる。で背が高い。当時小田君は中学の2年生ですから、身長155、6センチってところ、そしたらはるかにずっと背が高い。年は40を過ぎたぐらいなんですが、自分の多分お母さんとそう変わらないでしょうね。とても綺麗な人でね、どうやらそのヨーロッパの血が入ってるらしいんですね。もう女子生徒はすぐにこの人のファンになっちゃった。でついたりと、でお菓子を作るのを教わったりなんかしてるわけだ。小田君が違う意味でもって大変に興味を持ったんですね。というのは、玄関のロビーだとか廊下だとか食堂だとか階段のところ、あちこちにこう油絵が飾られてるんですが、これが実に見事なんですよ。でそれを描いたのがこの女主人だったんですよね。どうやらこの人絵をやってたらしいんですね。それでこの美術の先生と付き合いがあったんで、ここへ来たのかなと勝手に推測したわけですよね。ですっかりそれ触発されちゃった。そんな絵の中に古い西洋館を描いてがあって、それがまたなんだかこう非常に惹かれるものがあった。だいたい絵はその民宿の周り、その景色が描いてあるんですがね、こんなとこあんのかなと思ってた。それで翌日、もうすっかりその刺激を受けてますからね、小田君スケッチブックを出して写生を始めたわけだ。そんなところへ親友の平田君がやってきて、おいおい、面白い話聞いたんだよ。こっから少し行ったとこにな、誰も住んでいない大きな西洋館があるんだってさ。そこね、誰も人がいないのに時々建物の中から物音がしたり人の声がするって言うんだよ。で窓にその人の影が映ったりするんだってさって言ったんで、本当かおい、お前なんでそんなこと知ってんだよって言うと、おう、有沢のり子に聞いたんだよ。その有沢のり子というのは自分たちと同級生で、やっぱりこの美術部に所属している女の子なんですよ。じゃあ聞いてみようかで聞いてみた。と彼女が教えてくれた。何でもその西洋館っていうのは、その昔ロシア人の画家の一家が暮らしてたそうで、でそこには金髪の双子の可愛い女の子がいたそうですよ。で地元の人は偉人屋敷と呼んでいたっていうんですよね。ところが戦争が始まるちょっと前にみんないなくなっちゃった。で戦争中はなぜかここを日本軍が使ってたってんですね。何に使ったか分かんない。で村の人がこう興味があるもんだから寄ってきてこう見たりすると、兵隊さんに捕まってね、連れて行かれて厳しく尋問されるんで、怖いからみんなそこへ来なかったって言うんですね。そして戦争が終わったらみんな引き上げちゃった。主のいないままずっとその屋敷、現在も空き家のまんまでも放置されてるって言うんですよ。面白いなと。お前それ誰から聞いたのって言ったらば、ここのおばさんに聞いた。ここのおばさんっていうのは要するに女主人ですよね。へえ、行ってみようかって話になった。じゃあ夕ご飯の前、自由時間があるからみんな残って行こうやっていう話になったんですね。さて3人がそこを抜け出してやってきたわけだ。夏ですからまだ随分明るいんですよね。梨畑を抜けて道木林を抜ける。うるさいほどのセミシグレの中をザーッとやってくると、うっそうとしたこう森があると。その森の中に尖った大きな屋根が見えてきたんで、ああ、あれだなと思った。なおも近づいていくと、暮れなどの夏の陽光に照らされてうっすら建物がこう生まれて反射して光ったように見えた。その雰囲気はまた何とも言えない不思議な雰囲気を醸し出している。
ああ、これあの油屋にあったあの建物なんだなと思った。近づいていくと建物の周りにはね、大人の背丈よりも少し高いくらいのレンガの塀がずっと張り巡されている。で、そのレンガの塀の上に鉄条網が張られていてね、もう明かされてるわけだ。入り口の両開きのこの門扉は大きな鉄の門なんですが、もうすっかり明かされていて、で一方の方がね、そのレンガの門中にこうもたらかってる。そこから中をひょいっと覗くと、岩一面夏草にこう覆われてる。でその向こうに建物こう立ってるわけだ。2階建てでもって深い屋根がある大きな建物で、ああこれかと思った。で平田君が、おい入ろうかって入ってった。で小田君が続いた。で有沢さんが続いた。平田君がどん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 玄関に向かっていく。その時ふっと小田君なんか妙な視線を感じたんで、はい、顔を上げたと、2階の窓があってガラスが張ってあって、その向こうカーテンがゆらっと揺れてる。誰かがあそこから見てたのかな、そんな気がした。平田君が、あダメだこう閉まって入れないわって言って、3人裏へこう回ってった。勝手口らしい扉があったんで、それ開こうよと思ったんですけど、それ開かんないの。その向こうにまた小さな扉がある。それクッと掴んで引っ張るとずっと動いた。あ開くなと、ずっと開いた。ここから入れるよって行ってみようか。で平田君が入る、小田君が入る、有沢さんがこついたわけだ。そこは狭い部屋でね、どうやらこの屋敷の中というのは土足のままこう入り込めるらしい。これ土足でいいんだなと思って。部屋を抜けるとどうやらそこ台所らしいんですよね。それを抜けると長い廊下がある。はあと思った。シーンとしてる空気がなんだかこうよどんでるんですよね。多分自分たちがこうして入ってくるまでの間、長い年月ここにある空気はきっとこのままずっとここにあったんじゃないかな、そんな感じがする。遠くでセミシグナルが聞こえてくる。窓はいくつかあるんですがね、カーテンがかかっているところもあれば、板が打ち付けてあるところもあるし、そのまんまガラスの窓っていうのもある。そのあたりからうっすら日が差し込んでるわけだ。3人が歩いていくと、前を歩いてたこの白田君がピタッと止まってね、2人を制して黙ってこう上を指さしたんで、2人がふっと海と、うん、音がしてる。カッ、イー、カタン、カタン、イー、カタン、カッ、カタン、カッ、カッ、カタン、カッ、カッ、イー、カタン、うん、止まった。これなんだあれ、何だったろう、誰か歩いてんのかな。いやそんなはずはないだろう、いや後で見に行こうかっていう話になった。でその時小田君が気になったところがあった。というのはこの廊下の一方なんですが、その奥にこの閉まってるドアなんですけども、他のドアとどうも様子が違う。というのはそれ縦長のね、覗き窓がついていて、このノブがね、要するに大きなまるで金庫かないかの取っ手のようなものがついてるんで、あれなんだろうなと思った。あれ行ってみようかってんで行ってみた。ノブ掴んだ、その取っ手のところをぐーっと掴んで、カッといっカッといっ開いた。分厚い扉なの。と思って開いた。また扉になってるわけだ。なんでのこれ、カッといっ開けた。入ってみるとそこは12、3畳ぐらいのガラーンとしたね、殺風景な部屋。壁の高い位置にたった一つしかない、この曇りガラスの窓。そこからうっすら日が差し込んでる。ぼやーっと暗いんですね。壁は多分白かったんだろうと思うんですがね、だいぶこう汚れててあんまりはっきりしない。パイプがこう随分出てる。床は白いタイルが張られてるんですがね、もう一面ほこりでもってファーッと覆われてる。部屋の中央に白い洋風のバスタブがポーンと置いたの。あれこれって風呂場かな、で行ってみた。バスタブの中ひょっと覗いてみると、これもファーッとそこにほこりがこう溜まってるわけだ。なんとなく小田君が指先でもってそのほこりをスーッとどかしてみた。とその下からどす黒い液体の乾いたようなシミが現れたんだ。なんだこれ。でまた指先でもってスーッとどかしてみた。やはりどす黒い液体が乾いたような妙なシミが出てきたんだ。
これ、どうやらこのバスタブの底一面にこのシミができてるらしい。なんか妙に気持ち悪い。それが開いたまんまの排水口からこう流れてたような跡があるんで、バスタブの下、その排水口の下あたりのね、床を小田君が足の先にふっとほくろとかしてみたと、そこにもどす黒いシミがね、タイルにベターッと張り付いてる。なんだろうこれ。その時ふっとこれって血だまりかなと思った。とんたんになるんだ。俺ゾクッと気持ち悪かった。うわやだ、これは痛くないなと。おい、じゃあもう行こうやって立ち上がったら二人がいない。あら、自分はてっきり二人も一緒だと思ったんですがね、自分しかいないんだ。あら、嫌だな、俺しかいないなと思った瞬間、ブワーンとオルガンの音が聞こえた。うわーと思った。もう二人二回行ってるんですね。あ、アリサだ、アリサがオルガン見つけて弾いてるんだなと思って、とってひょっと視線を上に向けた。その上に向けた視線、そのまんま釘付けになった。体が凍りついちゃった。なんとそこには大きな長い針がある。その針にふっと服が乗ってあってね、その服に赤たびたこう鎖がクーッと巻きついてる。その鎖には何かで見たような、どっかで知ってたようなこの革の輪っかが二つくっついてる。それどうやらと手枷らしいんですよね。確かそんなもんだよなと思ったけど、ゾクーッときた。それはちょうどこのバスタブの真上なんですよね。え、なんだこれ。ということはここでもしかすると何か生き物を解体したのかなと思った。その解体したのってと思った瞬間にゾクーッと体中を旋律が走った。ズーッと向けた。うわーやだ、どうしようと怖くなって、そのまんま部屋飛び出していった。飛び出して二人だと追っていった。で、二階へタン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 って上がっていった。二階へ上がると、血が少し傾いたんでしょうかね。木の影になったんで、建物の中もうっすら暗くなってきた。通路を行くと向こうに扉が開いてるんだ。覗いてみた。ガラーンとした部屋。向こうにまた扉がある。で、それが開いてる。どうやらそこは、部屋と部屋を部屋の中で持ってこうつなぐ。そういう扉らしいんですね。でその向こうの部屋にアリサは何か背中を向けて立ってる。おいアリサ、声をかけたんですが耳気もしない。俺気がつかないなと思って入ってって、アリサ声をかけたんですがピクリとも動かない。あいつなんか夢中になってんな。だったらゆっくり入ってってあいつ後ろからバッと脅かしてやろうと思ってね、ゆっくり入ってった。だんだんと近づいてきた。薄暗い闇の中、こっちは背中を向けてじーっと立ってる。だん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 距離が近づいた。うわって言おうかなと思って、違う、アリサの子じゃない。背も低いし服装が違う。暗い中だったんでさっきはよく分からなかったんですが、近づいてみるとどうやらこれ髪の色が金髪なんですよね。なんでなんでこんなところに外人の女の子がいるんだろうと思った。ドキッとした。誰もいないはずのこの西洋館、こんな中にたった一人いるなんておかしい。うわーと、どうしよう、逃げようかなと思ったんですが、なんだかね背中を向けるのが怖いんで、うわーやだな、どうしよう、うわーと。で向こうひっくりとも動かない。なんだこいつ、何なんだろうな、うわーどうしよう。でも一向に動かない。そのうちにおかしいな、なんか違うなと。え、これ人形か、これ人形だよ、そうだ、デパートなんかにあるようなあの人形だよ。そうだよ、うわあーびっくりした。それにしてもよくできてんの。暗い中で見ると全く人間と変わらないなと。みんな脅かすなよと思って寄ってって、後ろからその少女人形の肩をポーンと手を挙げた。ポーンと手を乗っけたその瞬間、人形の頭がぐるんとこっちを見たら、うわーって見られた。その人形の顔はシワだらけの老婆の顔だったそうです。叫び声を聞いて二人がパーッと走って上がってきた。でこの二人が見たものは、薄暗いところに立って悲鳴を上げているその小田君と、頭だけは逆を向いている少女の姿だった。
で有田さんがギャーッと締め上げた。これがまるで相手のように3人がうわーっと逃げ出した。1階を降りて台所を突っ切った。で外へ飛び出して庭を出て外走って、はあ、うわよかった、うわ走ってると、この有田さんがいけない落としてきちゃったと。何言った？ペンダント。ペンダント落としたじゃあいいよ、後で取りこよって言ったんですがね、まずそれはありえない、かわいそうだけれど諦めてもらうしかない。まあ、そうこうやって3人が宿へ帰ってくると、みんながバタバタ騒いで、何をしてるのかなと思ったらば、どうやらキャンプファイヤーの支度でもしているらしい。そうこうするうちに夕食になった。ところがこの有沢典子だけは具合が悪いと言って食堂には降りてこなかった。食事が済んで小田君がはーっとくつろいでると、そこへ平田君が来て、おいおかしいぞ、おいいくら探してもな、有沢典子の姿がないんだよ。えー、いやもしかしたらペンダント探しにあの西洋館行ったのかな。いやそれはありえないだろうと思うんですが、やっぱ気になるもんですから、じゃあ行ってみようかって話になった。で今度は懐中電灯を持って宿を出て行った。暗い道、昼間はうるさいことのあのセミシルエだったんですが、シーンってしまった。やがてうっそうとた森のところへやってきた。森を背景に黒く大きな西洋館のその輪郭がね立ちはだかってる。懐中電灯の丸い明かりの輪がふーっと建物の壁照らしてる。と不意にローレライの曲が聞こえてきたんだ。うわーと思った。おい有沢だった、オルガンの曲なの。白田君が知っていく、小田君が知っていくと、あの小さな扉が開いてる、やっぱりそうだよ、中へ飛び込んだ。オルガンのある部屋、二人がまたザーッと近づいていった。扉が開いたまんまになってる。そこから曲がふーっと流れてくる。ひっと覗くと真っ暗な部屋の中、ちょうど入り口と反対側の壁のところにオルガンがあって、オルガンの上に懐中電灯がポンと置いてある。その明かりの中でもって有沢典子がオルガンを弾いてるわけだ。おい有沢、有沢声かけても彼女は気がつかない、夢中で弾いてる。おい出家するで彼女の肩を持って、その時には立ち目た彼女がふっ驚いたような顔をしたの。おい帰ろう帰ろうや、彼女まだぼーっとしてる。と平田君が、おい人形がいるぞって言った。えどこに？後ろ長い人形いるぞ。えとしたにしても出口というのはね、反対の壁側なんて振り向かなきゃならないんでね。で小田君が懐中電灯ふーっと照らしてると、長椅子がある。ん？懐中電灯の明かりの中、その長椅子にペタン金髪の少女の人形を座ってこっちをじーっと見てる。その顔はひび割れてまるで老婆のように見えた。それがじーっとこっち見てる。わーっと、と平田君が、おいこの人形有沢のオルガン聞いてたのかなって言った。それがなんだか妙に怖かった。なんでここにいるんだろう、あれさ、お前人間運んだのかって言ったら、うんって頭がと、また平田君が、なあこの人形を自分で歩いてきたのかな、これがまたなんだか妙に怖かった。みんなでうわーと思ってそこを飛び出した。そして一回降りて台所を突っ切って外出た。庭を出て三人走ってきた。ペンダントは聞くと頭を振ってる。どうやら見つけられなかったらしい。帰ってくるとそろそろキャンプファイアが始まるわけだ。でみんなでわーっとキャンプファイアを囲んで、あれこれお話しながら歌を歌った。そしてさあじゃあ解散って、でみんな部屋帰った。この有沢典子という女の子の部屋というのは、女の子ばかり4人の部屋で2段ベッドが2つある。で下の段に彼女は寝たわけだ。遊び疲れて3人の女の子いい気分で寝てるわけだ。でも興奮したせいかどうも寝つけない。ベッドに横になってそのままじーっとして、さあ寝ようと思ってた。時折雨戸から気持ちいい高原の風がスーッと引っ込んでくる。ちょうど庭には常夜灯がついて、網戸を通してその辺りがスーッとこう見えてる。見るともなくさーっと見ながらまたうつらうつらしてると、カタギーカタ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 ギーカタ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 、うん、聞き覚えのあるような音がする。なんだろう、
それがだん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 と近づくような感じがしたんで、とってそう見てると、やがてその常夜灯の明かりの中、闇の奥から少女の姿がスーッと現れた。あらーと、それあの金髪の人形だ。それこっちを向かって歩いてくる。カッ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 、だん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 自分の部屋の方こう向かってくる。うわっと、どうしようと、いやだ、くるくるくると、だん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 こっちに向かってくる。カッカッカッうわーと、三人はいい気持ちになってる。どうしようどうしようどうしようと、だん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 近づいて、やがて阿弥陀の姿がペタッくっついた。でその金髪の人形が部屋の中をじーっと覗いてる。自分のところへ来たんだと思った。どうしよう、しょうがない、寝たふりしようと思ってね、目をつぶってじーっと拝んだ。音がしない、じーっとしてる。時間が経っていく。もう行ったろうか、もう行ったろうか、もう行っただろうかと、じーっと時間が経っていく。もう行ったろうかと、様子を見ようとうっすらと目を開けた。どうやらいないらしい。ああいないのかなと思って、ふっと目を開けたと、自分の目の前に人形の顔があって、ふーっと覗き込んできた。うわっ、そのまんま意識を失った。さて翌朝、朝の食事が済んで、いよいよみんな引き上げる支度を始めた。と偶然小田君が有沢範子に会うと、彼女ここにペンダントしてるんで、あれどうしたのって聞いたら、うん、こうおばさんがね見つけてくれたの。どこにあったって、うん、庭にあったって言うんだけどねって言って、昨日の話をしてくれた。でその話をして、自分じゃ夢のような気がするんだけどな、あれ何だったんだろうって言った。その時小田君は思った。多分人形がペンダントを届けに来たんじゃないのかなと思った。するとなんだかその人形の顔とこの宿の女主人がどことなく似てるような気がして見えた。そしてかつてその西洋館に住んでいたというロシア人一家の金髪の双子の姉妹ですがね、それって一方は人形だったんじゃないかなって思ったって言うんですよね。この女主人はもしかするとこのロシア人の画家の一家と関係のある人なんじゃないかなって思ったって言うんですよね。何か不思議な話ですよね。だいぶ以前のことになるんですがね、私東京の杉並で小さなバーを経営したことがあるんですよね。そんな時にいつも来てくださるお客さんで、お坊さんとその妹さんがいらっしゃるんですがね、でこのお坊さんというのが30をちょっと出たぐらいかな、ロングヘアでもってサーファーなんですよ。でこの人とっても面白いんですがね、この方が体験したお話を聞かせてくれたんですがね、それはもう20代の頃はね、みんなでもってしょっちゅうサーフィンに行ってた。ところがだん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 忙しくなってくる。お互い時間もなくなってきて、みんなが会うこともなくなったし、サーフィンもすることがなくなっちゃったんで、たまにはみんなで行ってみたいなということで、みんなのこと落ち合ったわけだ。朝やーく暗いうち、4人が揃って東京を車で出たわけですよね。やがて街道を通ってるとレストランがあったんで、おい朝飯しようやってんで車を止めたわけだ。で店に入った。女の子がいらっしゃいませって言うんでね、コップに入ったその水をトントンと置いてった。ところが3つしかない。お姉さん一つ足りないよって言った。はい、ポーンと水を置いてった。どうする、急いでるから、じゃあみんなカレーでいいか、うん、ですいません、あの急いでんで全員カレーと、お待ちどおさまでしたって、やがてカレーが3つポンポンポンと来ると、とさっき水が来なかったそのカレーのところ、またカレーがないの。お姉さん、カレー一つ足りないよって、はい、ってんでカレーが来た。で、みんながなんだお前、まるで存在がねえなって笑ったわけですよね。食事が終わって車に乗ってまたバーッ。で、やがて目的の海へ着いたんですがね。宿へ行くには、チェックインまでちょっと時間がありすぎる。早く着いちゃったんで、じゃあどうしようか、面倒だからここでもって、海入っちゃうよ。どんどん車のところで着替えて、みんなでもさらーって海入った。しばらくぶり。
仲間が揃ってサーフィンですからね、それは気持ちいいわけだ、いい気分でダーッてやってた。夢中でやってるうちに昼を過ぎちゃったんですね。でやがてみんな上がってきた。おーいい気分だ。ふいっと見ると一人いない。あの例の水が来なかった、でまたカレーが来なかった、その彼がいない。おーあいついねえなって言うと、ああどうせどっかでもってナンパでもしてんだろうって笑ってた。おどうする、宿の方チェックインするか。いいよ、行ってまたチェックインしてから戻ってくるの面倒だから、このまま夕方まで遊んじゃうやって話になって、そうだな、またみんな海に入ってサーフィン楽しんだわけですよね。そうこうして日も傾いてさーってみんな上がってきた。で宿へ行ってね、あいつだと、おいねえな、いやいやどうせあの宿分かってんだから後から来るんだろうって話で、そのままみんな風呂入って体洗ったで出てきて夕食になったわけですよね。食事をしながらみんなでもってガン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 ビール飲んでる、いい気分で酔ってきた。何せ朝が早かった、長い距離車でやってきてそのまんま海に入ってずーっとサーフィンやってますから結構疲れてるわけですよね。そのうちにみんなゴロンゴロンそのまま横になっちゃった。でいつの間にか眠っちゃった。眠ってると、すいません恐れ入ります、すいません、その声でそのサーファーのお坊さんがふっと目が覚めた。あれ、靴場の向こうからすいません恐れ入ります、来ましたんだ。はい、あの、あどうぞ。靴場がいたと宿の女将が立ってんで、何ですか、あすいません夜も遅くにって言ったんで、と思ってひょいっ時計を見ればもう夜中になってる。なんだおい、あのまま寝ちゃったんだなと思って、で何でしょうかって言うと、はい実はあの今玄関の方にですね警察の方がお見えになっていて、ちょっとお話をしたいって言うんですけど。え警察、何だろうな、構いませんけど、で出てったと薄暗い玄関に音がしてポツンと立っていて、警察手帳を出して、おすいません警察の者なんですが、はい何でしょう、突然なんですがご一緒に来た方でまだお帰りになってない方いらっしゃいませんか。うん、はい、おりますが、あそうですか、誠に恐縮なんですがこれからちょっとご足労願えないでしょうか。え何ですか、あいつ何かやったんですか、事件でも起こしたんですか。いやそういうんじゃないんですが、いやちょっと待ってください、今連れがおりますんでね、と言って部屋行って、おい起きろよ起きろよ、仲間起こして、え何だよ、そうじゃないんだよ、今警察が来てるんだよ、どうもあいつがな何か事件起こしたかなんかしてるらしいんだけどさ、一緒行ってくんないかって、でみんな着替えたわけだ。3人が着替えて出てきたと警察の人が、すいませんじゃあうちの車乗ってもらえますか。車乗った、で車が走り出した。で一体どういうことなんでしょうかねって言うと、はあ言いにくそうにその警察官がね、実はですね昼に死体が上がったんですがね、これが30代と思われる男の人なんですがね、それで身元が分からないんで昼からずーっとあちこち探して歩いてて、こんな時間になってしまったんですけど、ああそうですか、でどうすればいいんですか、って誠に恐縮なんですが、すいません確認願えないでしょうか。確認と一人が、やだよ俺こんな夜中にお前叩き起こされてさ、どこも誰か分かんないやつの死体なんか見たかねえよって、でもう一人の方も、勘弁してくれよ、あの野郎あいつが帰ってこないからお前こんな目に遭っちゃった、あいつ見てろよ本当に戻ってきたらただおかねえからなってこと言ってた。そうこうするうちに車が止まった。すいませんここなんですが、って降りるとそこにコンクリートの全く何の形もない建物がボーンと立ってる。警察じゃない、どうやらどっかの病院のまあ別棟らしいんですがね、殺風景な建物でドアがポツンと一つある。すいません恐れ入ります、でついてった。こちらなんですがねってんで鍵を開けてにーで扉の向こうカチッスイッチを、長い通路があって向こうにもポツンと扉が見えてる。警察官が先を行く、あとみんなついてった。カンカツンカンカツンカンで扉の前へ来たと警察官が、すいません確認願えますでしょうかって言うと、一人がお勘弁してくれ俺やだよ女夜中に気持ち悪い俺やだよと一人が、いや俺もやだよ勘弁してよ、おいお前は坊さんなんだからさお前が見りゃ一人が見りゃ分かるだろそんなことと
ていうんで、このサーファーの坊さんが確認することになった。じゃあ、私が見ますからって。そうですか。で、にドアが開いた。部屋の中っていうのは小さな明かりがついて、薄くぼんやり明るい。向こうにベッドがあって、ふっと見ると何も乗ってないんだ。あらと思ってた。あ、すいません、こちらなんですが、言われたそっちを見る。壁際なんですがね、この壁に沿うようにして床の上に直に死体らしいそのシートをかぶったものがずっと横たわってる。なんだろう、死体なんてのは普通でベッドの上に乗ってるわけだ。それが床にあるんで、おかしいなぁと思いながら、行くと、その警察官が、すいません、お願いします。で、いいんですか？はい。で、まあ、お坊さんですからね、しゃがんで手を合わせて、で、そのシートをシュッと掴んだ。で、ゆっくりとこれ、スーッとめくった。髪の毛が見えた。途端に、わかったって言うんですよね。普段さほど気にもしてないんですが、人間ってのはどうやら覚えてるらしいんですよね。その縮れがなのか、それとも色がついてるのかどうか、形がっていうのは分かるらしい。すぐ分かったって言うんですよ。うわっと思ってスッと案の定、おい来てくれよと二人が飛んできた。うわっと驚いた。はい、間違いありません、我々の連れです。ああそうですか、はあ分かりました。で、警察も連絡しますけど、こちら の身内の方に連絡したいんでって言うと、一人が、はい分かりました、じゃあ今ちょっとそっち私電話しますよ。そうですか。出たすぐのところに公衆電話並んでますんでって言った。で、警察官も、じゃあすいません、私も電話しますからって言っちゃった。公衆電話のところで警察官が、はい、ただいまですね、はい、ご友人の方が、はい、確認しました、って話して、こっちの公衆電話で、あ、もしもし、すいません、夜分に、実はですね、話をしてる。なんとも言えない嫌な空気が流れてる。で、このサーファーのお坊さんの方は、お坊さんですからね、手を合わせて読経を始めたわけだ。一時日々この度胸が終わって、でふっと立ち上がった。と仲間の一人が、おいおい、いや俺さっきから気になってんだけどさ、この遺体だよ、やけにこれ長かねえか、普通は人間の長さって決まってるだろう、これやけに長いで、俺長いからベッドに置けないんじゃないか、それで床に置いたんだろう、これどこなんだろうな。で、実際このサーファーのお坊さんの方も、実は俺もなそう思ってたんだよ、なんか気になる。で、警察官に、すいません、この死体やけに長いですよねって言うと、見てもいいですか、って言ったんで、しゃがんでね、またシートをふっと掴んだ。ゆっくりとふーっとめくっていった。髪の毛があって顔がある。で、目から体、腰から布団、ずーっとめくっていった。膝のあたり、なんだかもやもやした灰色のものがある。髪の毛らしいんで、ほっとめくった瞬間に、うえーっ、三人が声を上げた。なんと死んだその友達の膝の間、挟まるような格好でもって、白髪の老婆が顔を突っ込んでね、両手で持ってガチーッと両足を押さえ込んでるって言うんですよ。それがぐーっと押さえ込んで、なかなか取れない。死体はなんと二つあったんですよね。で、彼がね、警察官に、この人何ですか？聞くと、このおまわりさんが、聞くとね、この警察官が、4日前に海に落ちて行方不明になったおばあさんなんですって言ったんで、ちょっと待ってくださいよ、4日前に海に落ちて行方不明になったこのおばあさんが、なんで今日海に来たこいつの膝に捕まってるんですかって言ったんですね。と警察官が、それがわからないんで苦労してるんですよって答えたって言うんですよね。ドスンとすごい音がして体が激しく揺れた。気がつくと、俺今どうなってる？隣で中野の声がした。ふっと見ると、中野は右目の眼球が飛び出ていて、顔の皮膚が垂れ下がってる。喉の奥でふっと悲鳴を上げた。
遠くで人が騒いでる。こいつはひでえなっていう男の声がした。それで事故だって分かった。お前大丈夫かって言おうと思ったんですが、喉の奥に何か詰まってて声が出ない。と中野が、お前生きてるかって言った。その時もしかしたら自分は死んでるのかなって思った。そして意識が途切れた。ふっと目が開いた。ぼやーっと白い天井が見えた。光が目に入ってきて、誰かが自分の名前を呼んでる。光を遮って何かの影がずーっと自分にかぶさってきた。で覗き込んできた。母親の顔だった。で自分が助かったと思った。でその時になって何があったのか初めて分かった。自分と中野は車に乗っていた。そして建設現場に差し掛かった。とそこで交通規制があって渋滞になった。とその時に建設現場のクレーン車がバランスを失って倒れてきた。そして自分たちの車を直撃した。中野は下敷きになって即死だったそうだ。そんなはずはない。あいつは自分に語りかけていたんだから。そしてふーっとまた意識がなくなった。遠くで物音がする。それがだん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 大きくなってきた。やがてそれが電話だということに気がついた。電話が鳴ってる、電話が鳴ってる。だんだん大きくなってきた。出なくっちゃ、出なくっちゃ。電話がだん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 大きくなってきた。で電話に出ると、それは中野の声だったんで、お前生きてるのかって言うと、今からお前のとこ行くよって言った。途端にふっと目が覚めて、うん、夢か、夢だったのか。病室の中もううつぐらい。窓の外は随分日が陰ってきてる。シーンとしてる。薬が効いてるんでまたふーっと眠りについた。遠くで音がしてる。だんだん大きくなってきた。やがてそれが電話だと分かった。電話が鳴ってる、電話が鳴ってる。だんだん大きくなってくる。出なくちゃ、出なくちゃと思ってる。電話がだん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 鳴ってる。大きくなってきた。で受話器を取ると中野の声がして、今お前のところに来てるんだと言った。で電話が切れた。途端にふっと目が覚めた。ああ夢か。病室はだいぶ暗くなってる。窓の外はもう暗い闇が澄んでる。ああ夢かと目をつぶろうとすると、何かの気配を感じた。え、誰かいる、誰かがいる。うーっと辺りを見渡したと、暗い壁のところ、中野が立ってる。あれ、中野死んだんじゃなかったっけと思った。中野がゆっくりと自分に近づいてきた。中野は右目の眼球が飛び出ていて、顔の皮膚が破れてプラーンと垂れ下がって血にまみれてる。だんだんと近づいてきた。近づきながら、俺今どうなってるって聞いてきた。黙ってるとぐーっと寄ってきて、自分を覗き込みながら、なあ俺と一緒に行こうやと言って、ぐーっと手を伸ばしてきた。土地の人たちは昔からこの浜に近づこうとしない。青い海、白い砂浜、美しい海岸なんですが、確かに人の姿がない。この海岸では人がさらわれるという噂がある。
そしてその昔この浜一面に死体が打ち上げられたことがある。それは終戦後ソ連に抑留されていた人たちが引き上げ船で帰ってきた。そして上陸を目前にして船が海底の機雷に接触して爆発した。そして全員が死んだ。沈んだのはこの船ばかりじゃなかった。ソ連の潜水艦が魚雷攻撃をして撃沈したという話もある。口では言いつけたような苦労をして命がけで生き延びてついに夢に見た祖国を目の当たりして、その喜びもつかの間海の木図と消えたこの人たちの無念さというのはいかばかりだったでしょうか。中には怪我をしながらもどうにか祖国にたどり着こうと必死で泳いだ方もいたそうですが、力尽きて海の底に飲み込まれていったそうです。そして波に運ばれてたくさんの死体がこの浜に打ち上げられた。この人たちは死体となって日本にたどり着いたんですね。さてそんな犠牲者が身につけていたカバンや死んでもしっかりと握って離さなかった手提げ袋、そしてリュックサックの中身までこの土地の心ない一部の人が持ち去ってしまった。この人たちは全員不幸に見舞われたそうです。風の強い日になると沖の方から泣き叫ぶ声や悲しい悲鳴が風に乗ってこの浜に運ばれてくるそうです。土地の人たちは耳を塞いで決してこの浜には近づかなかったそうですよ。今でも時折砂の中からその当時の犠牲者のものと思われる品が見つかることがあるそうなんです。年月が過ぎてまあそんなる時なんですが、仕事でこの土地へやってきたある電機メーカーに勤める鈴木さんと太田さんという二人の若手社員なんですがね、仕事を終えて、ああせっかくなんだからさ、夏のことだし夕日に染まる海岸でもってお前いっぱいやろうじゃないかって言うんで、二人冷えた缶ビールにつまみを持ってやってきた。来てみれば今しも夕日に染まるこの海岸と海、美しいこの海岸、人っ子一人ない。おいいなあ、なんだかこうなると火が欲しくなる。おい焚き火でもしようかと、ああそうだなって言うんで流木を集めて焚き火が始まった。炎に照らされて二人冷えたビールをカーッと飲んでる。日がだんだんと傾いてもう水平線の向こうに消えようとしてると、あれいつからいたのか波打ち際に小さな子供が一人ポツンと立ってる。辺りには誰も姿がない。もう日が落ちようというのにこんなちっちゃな子供がたった一人、一体何をしてんだろうと思ってね、心配になった鈴木さんが、おい危ないよと言うと、その小さな子供がこっちをふっと振り向いた。でこの太田さんの方が、波打ちが危ないからもうちょっとこっちおいでって意味で、おいでおいでおいと。でこれが呼ばれたと思ったのか、その子供がこっちの方へだんだんとこう歩いてきた。それが何だか妙な歩き方、だん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 と近づいてくる。やがて焚き火の炎に照らされてその子の姿がこう見えてきた。なんだか変な感じがした。汚れた服を着て5、6歳のそれはげっそりとした女の子で、この鈴木さんが、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん一人、お母さんはと言うと、その女の子がふっと海の方を振り向いて沖のあたりをじーっと見つめてる。二人が見たんですが、そこには何の姿もないと。その時この女の子がね、大事そうに何かの入った布袋を抱えてるのが気になった。袋から長い紐がずーっと垂れて砂の上をずーっと引きずってる。ああそれ引きずってるよって言うと、女の子がその紐をずーっと手繰り寄せた。紐がずるずるっと砂の上をずってくる。
女の子が手繰り寄せる霜がずるずるずっとずっと来る。見るともなくふっと見るとその霜の先なんだか妙な生き物のようなものがくっついてる。何がくっついてんだろうな。女の子が霜を手繰り寄せると一緒にずる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 とその上にずっと来る。それがだんだんと近づいてきた。あれなんだろう、ずるずるずると言ってくる。そのうちに焚き火の炎に照らされてその正体が分かった途端に二人がブーッと思わず声を上げた。そのまんま視線が止まってしまった。それはなんと人間の指示までの右手だった。それが霜の先をグーッと掴んでる。女の子が霜をグッと手繰りすると霜と一緒にズルッズル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 とだん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 と寄ってきた。二人は見るともない、ただ黙って目を踏みたまんまじーっとそのありさまを見ていると、女の子がふっその右手を後ろに上げて抱えている布袋にふっとしまい込んだ。その時布袋のこの隙が少し開いて中から女の生首がこっちをじーっと見たもんですから、うわーっと声が出た。二人も慌ててその場から逃げていった。日の沈みかけた海岸で小さな女の子が一人、波打ち際に打ち上げられてくるバラバラになった母親の遺体を拾い集めていたんですね。もちろんこの女の子もこのようなもんじゃありませんけどね。九州の人で仮に A さんとしておきましょうか。これはその A さんのお父さんの話なんですがね、 A さんの実家というのはおじいさんの代からのお米屋さんなんですがね、お米屋さんといっても何も田舎なもんですからね、お米の他に缶詰だ瓶詰だ食料品やら雑貨やら扱ってるわけなんですね。でどちらかというと買いに来るというよりは配達が多いんですね。それは夏のことだったんですがね、まあ土地から大変に信仰の厚いところなんですね。であれやこれやと行事があるわけですよ。そうなってくるとお父さん忙しい。自転車の荷台につけた大きなカゴに詰めるだけ積んでね、あちこちこう配達に回るわけなんですよ。その日も配達に回っていた。朝からずっと回って隣村でもって最後の配達が終わったと、もうその時は日もどっぷり暮れてるわけだ。お土産にいただいたメロンが2つカゴの中に入ってる。さあ帰ろうってんでね、ずーっと自転車こいできた。でやってきてふっと止めた。というのはこの道なんですがね、舗装はされてるしところどころに街灯も立ってるんですが、これずっと行くと結構大回りになっちゃう。一日中もう自転車乗ってますからね、さすがに疲れた。できりゃもう早く着きたいしなあと思った。こっからだともう一歩道がある。ただこれ山の中通る道なんですよね。全く明かりがない。ところどころが舗装してあるだけ。でその道ずっと行くと小さな谷があるんですがね、そこに橋がかかってる。でその橋には小さな橋がかかっていて、名前なんかはないんですが、土地の人は昔からこの橋を骨なりの吊り橋って呼んでる。なぜそう呼ぶようになったかというと、それは戦国の時代山城があって、それを攻め落とそうというんで山の裏手からずっと敵がやってきた。谷を越えようと思ったんですが、ここで待ち伏せを食ったんですね。で全員がそこで討ち死にしたわけなんですね。とこの山城の主が見せしめだというんで、この死骸をこの橋にぶら下げたっていうんですよね。で吊り橋というわけですよ。土地の人は気持ち悪いから絶対そこに寄りたかない。これがプランプラン揺れているうちにやがてカラスが集まってきてつつくようになる。肉が腐る。これが四里四方に匂ったって言うんですよね。そうこうするうちに肉は腐って血は腐って、でずるっと溶けてなくなっていく。やがて衣服の中には骨だけが残るわけだ。と谷を吹き抜ける風がひゅー吹くと、その度に
衣服の中でその骨同士がカタンカタンとぶつかってカラ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 音を立ったとですね、それで骨鳴りというんですね。で骨鳴りの吊り橋と言われるようになった。そして戦争中、その山城があったところに陸軍の弾薬庫ができた。でこれが爆発を起こして何人か人が亡くなった。まあ、そんなことがあるもんだから途中電池はまずここには寄ってこない。さあどうしよう。その道行きは結構早く着くんですよね。まあこの際背に腹は変えられないんで早く着く方がいいだろうって言うんで、お父さんそっちの道入ってったわけだ。自転車こいでザーッやってきた。辺りはもう真っ暗、街灯がない、おまけにうっそうとした木、山こう迫ってるわけですから闇の中走ってるだけ。ザーッ明かりといえば自転車のこのちょうどハンドルにつけたね小さなヘッドランプだけ、これがわずかな辺りをこう照らしてる。これが凸凹道ですからね、ガタ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 こう揺れるわけだ。どうにも気持ち悪い。風がヒューッ吹き抜けてくる。うわーと骨勢がカラ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 鳴り始めた。うわーっとヒューッ吹いてくる。ああ来るんじゃなかったなと思ったんですが、もう遅い、仕方ない。一生懸命漕ぐんですが、これが荷物を運ぶ自転車なもんですからね、普通の自転車よりも頑丈にできている分目方も重いわけだ。歯車の方も前後の差があまりないやつで、いくら漕いでもそう速くは走らない。ああ早く抜けてえなーと。風の音が何だか知らないけれども、人のうめく声のように聞こえてきた。一生懸命こうやって後ろは真っ暗な闇、何かいるようなそんな気がして怖くてしょうがない。うーやだな怖いな、何も来なきゃいいけどな、何か来るんじゃないかなと思いながら一生懸命こうやってる。気配がしてる、真っ暗な闇の中何か後ろがだん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 こっちに近づいてくるような気がする。いやだ来てる、いけない、一生懸命こうでもなかなか進まない。だん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 近づくよ。たた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 、うわーっと込むんですかね。たたたた、来てる来てる、何か来てる。そりゃ犬や猫のようなそんなちっちゃいもんじゃない、もっと大きなものがどん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 乗ってくれる。夢中で込むんですが、そうスピードない。カカ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 カ、やがて前方に骨なりの吊り橋が見えてきた。うわーあれだよ、こっちまじま。うわーっ、カラ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 って、うわーっ、橋へ入ろうとしたらその時にガフン、ペタラが重くなった。え、重い、何かが乗ってる、乗ってる、うわっ、いや気のせいだ気のせいだと思うんですが、ペタラが重い。後ろで持ってヒューッ風の音に混じってうめくような声がした。嘘だそんな残念だと思うんですが、ってきて、うわーっと夢中でこう橋へ入ると谷を抜ける方がカラ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 、小銭が一斉になりだした。骨なりのような感じがする。うわーと夢中でこいでカラ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 この辺りでいいだろうっていう声が後ろでしたんで、うわっと止まった瞬間自転車がクッと止まった。自分が止めたんじゃない、勝手に自転車が止まっちゃったんで、そのままもんでるってダーッと倒れた。どう倒れた自転車、カゴの中からいただいたそのメロンがゴロン転がったんで、お父さん慌ててガッと押さえた瞬間、悲鳴を上げた。それザワッとした人の髪の毛なんですよね。どうやらそれは人の頭だったらしい。闇の中ゴロ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 転がって、はーっ息を吐きながら消えていったっていうんですよね。こんな話聞かせてもらいました。毎年夏が近づくと私のところへその心霊スポットについての問い合わせがよく来るんですよね。で私考えてみたんですよ、心霊スポットって大体どういうとこなんだろうかと。例えば
四十五の事故のある山奥にあるトンネルだとかね、自殺者が後を絶たないこの断崖絶壁なのかなと思うんですが、どうやら考えてみるとやはりこれは人のいるところなんですよね。それも昼間人がごった返しているようなところですよね。それが夜になると一っ子一人ない、シーンと静まり返ってる。要するに昼と夜、日常と非日常になる場所ですよね。もう少し言うと、例えばここには村があったわけだ。何かの都合でもって村人がみんないなくなっちゃった。家も川も畑もそのまんま残して、村はあるんですがね、人はいないという場所で、これもっともっと突き詰めていくと、ここには町があった。昨日までみんなここで生活してた。ところがこれが一瞬にして町がなくなって、そして人はみんな死んでしまった。ありますよね、戦争中の空襲がそうですよね。で、私の話の中にある劇場の話がある。それからあるこの制作するスタジオがあるんですがね、ここでの話もあるんですよ。それからやっぱり公園での話がある、いくつかあるんですが、これ実はみんな隅田川沿いなんですよね。話をだん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 突き詰めていくと、これがなぜかみんな東京大空襲へ行ってしまうんですよ。東京大空襲、一夜にして下町の人たちが9万9千とも10万ともいう人が亡くなったわけですよね。いや、なんとも恐ろしい話なんですが、1945年の3月の9日に千葉県で、その房総半島のあたり、2機の B-29 爆撃機が昼間こう来たわけですよね。銀翼をギラーンと輝かせた。これは大変だった、大騒ぎになったんですが、これはなぜか向きを変えて戻っていっちゃった。ああもう今日は来ないんだなと、みんな安心しきてた。ところがその夜、3月10日になったばかりですよね、夜中突然地が揺らいで空気が震えてね、凄まじい音がして、そのB-29の爆音が届いてきた。と同時にドカーン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 、爆弾が投下されていく。ほら驚いた、何事かと思った。ぐらぐらとこう家が揺れるわけで、みんなふっと飛び出たと、もう空ばっかり燃えてるわけだ。そこへ数えきれないほどのB-29はブワーッとドーンドーン、爆弾を投下してるわけですよね。これは恐ろしい。それがだん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 迫ってくる。もう考えてる余地はないわけだ。みんな慌てて逃げ惑うわけですよね。この時の飛行機の数というのが、 B-29 が325機という話もあれば、330機という話もある、340機という話もあるってね。テニアン島、ガム島を飛び立って日本へ来たわけですよ。夜を狙って、空は真っ赤だったそうですよ。もう物が見えたそうですからね。そこをみんながうわーって逃げた。で、この時の爆弾なんですが、これはなんと B-29 1機あたり6トンの爆弾を積んでいたってんですね。それぞれ分けて4種類の爆弾、絨毯爆撃ですから、片っ端から爆弾をバラ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 落としてうわーというわけですよ。初めのその編隊は円形にこう爆弾を落としていくわけだ。丸く落としてるわけですから、ふわーっと止めた瞬間に逃げ場を失うわけですよね。炎に完全に包まれてるわけだ。で、高温で燃えてるもんですからね、空気がなくなっちゃう。で、窒息するわけだ。次の飛行機がうわーっと大変態で来るわけだ。そしてこの爆弾っていうのはヒューッと落ちてきて、地上近くでドーンといくつに分かれる。これが油の塊なんですね、ナパームだ。あっちこっちをベターッと垂れつくわけだ。家だろうが人だろうが火に油を注ぐわけですからね、ひとたまりもない。こういった具合に4つの爆弾、これは全て日本人を殺すために開発された爆弾だそうですがね、なんでそんな爆弾を作ったんだって言ったらば、日本人は決して降参をしないからって話なんですがね。この時の模様なんですが、逃げ場を求めているのが
隅田川行ったわけですね、飛び込んでった。なんとあの広い隅田川、人でいっぱいだったって言うんですよね。橋の上も堤防もうわーっと人がごった返してる。あとから橋から飛び降りた、堤防から飛び降りた人、水の中へ体が入んなかったって言うんですよね。あんまり人がいっぱいなもんだから、中へ水の中へ体が入んなかった。それほどの人がビューッといっぱいいたわけですよね。確かにあそこ、私もたまたま時間があったりするとこう行ってみるんですけどね、その時ふっと見ると古橋はあの鉄骨で組んでありますからね、あそこ降りようと思えば降りれるんですよ、ええ、あそこでたくさんの方が亡くなったわけだ。3月の10日ですからね、水は相当冷たいわけなんですが、その日は人のその体温と燃えているもののその熱ですよね、これで隅田川が生ぬるかったって言うんですよね。風速が30メートルと強風が吹いてた。ほらひとたまりもない、うわーっと炎が広がっていったわけだ。そして隅田川にいた人たち、この川もですね、その熱風がふわーっと舐めていったって言うんですから、これひとたまりもないですね。その時に子供でいて助かったって人のその記録が残ってるんですがね、周囲から火がふわーっと来るわけだ。でみんなだん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 真ん中集まってくる。泣き叫ぶ声、悲鳴、怒声、自分の子供を呼んでいる母親の声、そういったものがうわー今空は真っ赤に燃えてるわけだ。大きな火の粉が落ちてくる。で熱風が来るわけで、みんな熱いもんですからね、頭から布団かぶったんですね。ふわーとまさに地獄絵図ですよね。で真ん中へこうずっと押されてくるもんだ、体が動かない、身動きできない、手を上げたら押せないって言うんですから、うおーと熱いと、そのうちになんだか妙にすごく熱くなってきて、後ろでもって凄まじい声が上がった。何かが起きてる、何か起きてるんだけどわからない、体が動かない。でもどうにかして体を動かして、ふっと後ろを振り向いたと、自分からせいぜい5、6メーターのところ、横にずらっと10人ぐらいの人ね、これが生きたまま燃えてたって言うんですよね。その中には女性が一人いて、熱風で髪がファーッと煽られてね、その髪が燃えてたそうですよ。この女性は顔が真っ青でね、目を向いたまんま口だけがパクパクって動いてたって言うんですよね。家が燃える匂い、いろいろなものが燃える匂い、積み混じって人の燃える匂いがしたって言うんですよね。ものすごい匂いだそうですよ。口の中には煙が入って声が出せない、息苦しくなってきてる。目にも煙が入るもんですからね、目が明からない、で涙がボロボロ出てくるわけだ。そんな苦しい中みんな逃げ惑ったわけですよね。そういう状況があった。で当時下町ではプールがあってね、でこのプールには水が張ってあって防火用水に使われたそうですがね、ここへもみんなうわーっと逃げ込んだわけだ。でここでやはり当時子供で助かった方の記録があるんですがね、この人は男の人で、どん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 後から人が来るわけだ。でどんどん押されてくる。深みに来たくないなと思って頑張るんだけど、どん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 押されて深みの方へ行くわけだ。ところが気がついたら自分は体が沈んでないって言うんですよ。俺おかしいな、沈んでない、何かの上に乗ってる、足の下妙にぐちゃっとした。で次の瞬間手が自分の足を掴んだ。それで気がついた、自分は死体の上に乗ってたんですね。どん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 押されてプールの底へ行って死んだ人、その人に乗ったわけですよね。この人の場合はこのプールにお父さんと妹さんと3人で飛び込んだそうですがね、助かったのは自分だけ。もしかすると自分が踏んでいたのは父親だったのかもしれないし、他の人は助かったけれどもそれは自分の妹を踏んでいたのかもしれない、まあ、そんな話があるんですよね。さあそして2時間半にわたって B29 が燃えるものすべて焼き尽くして去っていったわけだ。炎がうわーっと渦巻いてる、凄まじい匂いがファーッと漂ってる、何も見えない、叫ぶ声ばかりで、時間が過ぎた。やがて朝になって日がファーッと出た。となるとそこにはもう何もない、遠くまで見えたそうですよ。昨日あった町がもうないんですよね。そこで生活していた人たちがもういないんですよ。自分と一緒に逃げ場だった人たちはもう子供って死体になって山になってる、焦げた死体が数えきれないほどずーっと山になって続いたってんですからね。物の焼ける匂いと
人の体が焦げるにおい、これがふーんと鼻をつくわけだ。やがて身内の人たちが自分のその身内がどこにいるんだろう、どうなってるんだろう、心配ですから様子を見に来るわけだ。で死体の中からああこれはって探すわけですよね。でもこれで見つかったのはほんの一部ですよね。損傷がひどすぎて分からなかったそうですがね。でまあしばらくの間はそうやって皆さん身内の方が来るんで並べてはあったんですけど、そのうち隅田川沿いのこの公園にね仮埋葬されたそうですよ。まあこれは掘ってまた後にね他へ移しましたがね、まあ、そんなことがあったんですね。そしてその年日本は敗戦を迎えるわけなんですがね。でいよいよこの日本の町の復興が始まったわけだ。あっちからこっちからたくさんの人がやってきた。そして瓦礫を撤去する、壊れた道路を直す、まあ、作業が始まったわけですよ。これはそんな時の話なんですが、5人の若者が作業してるわけだ。夏の最中やたらと太陽が熱い、じりじりじりと体を焦がすわけだ。熱い太陽の下でもってずーっと一日仕事してる。日が沈んだんですが一向に涼しくならない。時折吹く風というのはなんだか生暖かくて気持ちが悪い。じとーっとしてると一人が、おい暑いな、水浴びでもしてえな。ともう一人は、おー水浴びでもしてえなって言った。隅田川もある、水路もあるんですがどうも入る気はならないと一人の男が、おい俺この間な夜中にあの立ち入り禁止のな管理地のところ通りかかったら向こうに板塀で囲まれた防火用水って書いたとこあるだろう、あんなからな人の声がするんだよ、あれ水浴びしてんじゃねえかなって言った。へえいいな行ってみようか、行ってみるかって言うんで5人が出かけてった。立ち入り禁止となってますがね、別に特別のもんがあるわけじゃないですから中に入れるわけだ。で5人がそのままとっ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 て行くと、月が雲に見隠れしてると板塀に囲まれて防火用水行ったわけだ。一人が仲間の肩に乗って肩車のような格好でもってね、うっと手を伸ばしてその板塀の上をふっと掴んだ、ヘリを掴んでうーっ上がってひょいって中を見て、おいこれ防火室じゃねえぞ、プールだぞ、みんな水も張ったの、海の上でってうーっとみんな入ってきた、服脱いでザラーって飲んだ、うえーってみんな遊んでいい気分だよ、君だワイワイ騒いだ、ひとしきり騒いだ。その後においなんかやろうか、どうだかくれんぼしないかって話になった、おお面白いなって言うんで負けた一人が鬼になった、プールの中立ってるわけだ。でこれはねもう夜のことですから水へ潜ったらわからない。で鬼が4人を見つけたら鬼の勝ち、でも4人見つけないうちに体にポンと触られたらもう一回やり直しという、そういう遊びなんですね。4人がファーッと水の中隠れた、じーっとしてる。とそのうちにプシュッスッスッ一人が顔を出した、見つけたって言った、おい誰だおい、後ろから俺に抱きついたお前、危なく溺れんとこだったぞって怒ってる。もう少しすると向こうで待ってチャバッフッフッ顔出したんで、見つけたおいこのプールなんかおかしくないかって言った。これで鬼を入れて3人だ、あと残りは2人で自分はこう隠れてるわけだ。鬼の隙を見ちゃ息継ぎが死んでまたふわっと潜ってる、なんか気配感じた、特に暗い水の中なんかふーっと近づいてきたんで、あーっと思ってその頭クッと掴んだ、でも何にもしない黙ってる。よーし鬼のところ行ってポーンと体触ってやろうと思ってゆっくりゆっくり近づいてると、向こうでプシャッと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 水の中でもがいてる音がしてパシャ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 やってるうちに、うわっあっ一人が顔出した、見つけたっておいおいみんなおいこの水だから上がれおい、ここまずいぞ、プールの底になたくさんの人間がいてみんなもがいてんだよ、それがさ生きてる人間じゃねえんだ叫んだ。これで4人、残りは1人だ、うん待てよあと自分と、じゃあ今自分が掴んだよ
この頭一体こいつなんだと思った。グッと引っ張った、ずーっとその出てきた暗い水の中、それはブヨブヨに膨れ上がった死人の頭だったんだ。うわーっと思った瞬間にギュッと力があって掴んじゃった。ズブッ、指が潜ったんで、うわっ、引き抜こうと思った瞬間ズーンと皮膚が全部向けたんで、あーうわーっと思って水から上がろうと思った瞬間ずーっと潜る、うわーっとずーっと潜る、助けて、うわーっとずーっと潜る。何かが自分に絡みついて、なんだろうと見たらば、なんと自分の体をたくさんの手がガーッとしがみついてたんですよね。溺れかけているところを仲間に助けられた。でみんなうわーって慌てて逃げたわけだ。しがすぎて仲間のうちの二人の男がね、この板塀の向こうを覗きに来てみた。確かにプールがあるんですが、水は入ってなかったそうですよ。そして排水口が開いたままになっていて、そこにはたくさんの髪の毛が詰まっていたそうです、まあ、こんなことがあったんですね。隅田川には有名なね、古来から桜の名所の隅田公園ってありますよね。よく桜の根元には死体があるって言いますがね、いや本当に死体はあったんですね。そして7月に有名な隅田川の花火大会、たくさんの方が出てくるね、えみんな人が集まってくる、ドーンドーンドーン、ふーっとドーン、夜空に大輪の花を咲かせるわけだ。でその花火に照らされて何万っていう群衆がわーっと歓声を上げてる。私はね、あの夜空に輝くあの花火、あれが何だか知らないけども、空を真っ赤に染めて B20 がふーっと爆発して、ドーンドーン爆弾を落とした。その状況とその炎に照らされてわーっと逃げまとっている下町の人たちのその姿が、何だかこう妙にダブるんですよね。そんなことを感じたりしました。青森で美容院を開業している、まあ、ベテランの美容師さんで、仮に水野さんとしておきましょうかね。それはもう二昔ほど前の年明け早々のことなんですがね、まあ、当時この辺りでは美容院というと水野さんのとこ一軒だけですからね、それはもう年末年始大忙し。というのもこの時の人というのはね、まあ、高校卒業すると若い人はほとんど大学の進学だ就職だということで都会へ出てしまうんですね。でそういう人が正月で一気に帰ってくるとなると、それに合わせて、まあ、成人式も早めにやろう、でそれに付随して同窓会だクラス会だ何会だってあるわけですよね。ですから若い娘さん方は髪をカットする、パーマをかける、着物の着付けをするっていうんで一斉にここへ来るわけですよね。ですからもう大忙し。年末からこの年始にかけてアシスタントの柏田さんという女性と二人、休む暇がないわけだ。その日も朝早くからずーっとぶっ通しで食事をする暇もない。で最後のお客さんを送り出してひょっと時計を見ると、もうすでに8時はとっくに回って、もうそろそろ9時になろうかというあたり、あー疲れたなと、あーまいった、じゃあもう今日はこれでもって店じまいにしましょうかと、はいはいお疲れ様って言うんで片付けを始めた。でこのアシスタントの柏田さんという女性が入り口のドアにかかっている営業中の札と、それから店の看板のこの明かりを消そうというんで入り口寄ってきたん、外を見て、あれ先生、まだ外にどなたか立ってるんですけれども、お客様でしょうかねって言ったんで、この水野さんがガラス窓にかかっているカーテンのレース越しにひょいっと外を見るとね、店の明かりがちょうど降り積もった雪に反射している。その反射した明かりに照らされて、若い女の人と思われるんですがね、パジャマ姿にガンを引っ掛けてこっちの辺りまでこう見えた。あのそうだけどもう疲れてるしさ、物片付けちゃったから悪いんだけど今日はもう終わったって言ってくれるって言うと、はーいって言うんで、この会社さんっていう人がドアをふっと開けて、あのお客様ですか、すいません今日もう終わったんですよって言うと、その女性がふっと向こうを見て、そのまままーって帰っていった。
誰だったって聞くと、さあ暗くてよくわからないんですけどね、この寒い中ずっと立って待っていたみたいですよって言ったんで、あら気の毒しちゃったわね、楽しみだった。でまあ掃除をした、で片付けも済んだんで、はい、じゃあどうもどうもね、はい、お疲れでした、ご苦労様。でこの梶田さんが、はい、じゃあすいません失礼します、おやすみなさいって言って帰ってった。またちらちら降り始めた雪の中、このアシスタントの梶田さんが帰ってった。で一人この水野さんが残ったわけだ。本来なら今日は旦那さんと一緒にね、実家の方へ行くはずだったんですが、自分にはこう仕事があるもんですからね、そういうわけにはいかない。で今日は家に一人、店の明かりを消して座敷の方へ行ったわけだ。でお風呂で汗を流して簡単に夜食をとって、さあもう寝よう、ああ今日は疲れたっていうんで布団に潜り込んだわけだ。疲れているもんですからすぐに寝込んじゃった。いい気分で寝てたんですね。どうそれはどうしたわけ、ふっと目が覚めちゃった。あ出なくちゃいけないと思って目をつぶるんですが、なんだか眠れない。これもしょうがない、なんだか喉も渇いてきたし、じゃあ起きて台所行って冷たいもんでも飲もうかなと思いながら、ふっと起き上がって襖をつっと開けて廊下へ出た。店の暖房は切ってありますから、なんだかヒヤーンとしてる。で行こうと思ったその時、カタ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 物音がする。あら店の方から何か音がしてるんで、何だろう、カタ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 確かに音がしてる。嫌だ、泥棒かしらと思った。年末から年始にかけてずっと仕事をし続けてる。その売上金が手提げ金庫に入って自分の部屋にあるわけだ。今日は旦那さんもいないし、弱っちゃったな、怖いな、警察に電話をしようかなと思ったんですがね、これ何かの間違いだとやはりね申し訳ないし、やっぱ格好も悪いんで、でちょっと見てみようかしらというんで足音を忍ばせて廊下を降りてった。で店をふっと覗いてみた。店の明かりは消えてるんですけれども、ガラス窓のそのレースのカーテンを通して降り積もった雪、その雪明かりがスーッとうっすら差し込んで、かすかに中が見える。音がしてる。うっと見てた。壁に大きな鏡が3つあるわけだ。椅子も3つある。まあお客さんがそこで持って髪をカットだとかね、パーマだとかする、まあ化粧前なんですがね。あれ、薄暗い中なんですが、その一つ椅子に座って鏡に向かって女が一人髪をとかしてる。あら真夜中、鍵がかかっているお店、それも明かりもつけずに女が髪をとかしてる。これ普通じゃない。その瞬間水野さん、やだこれってもしかしてこの人、この人生きてる人じゃないと思った。うおーっと気に怖くなった。で怖くなったんで逃げようと思うんですがね、その瞬間にもう体が凍りついちゃった。見たことはないんですが、目はじーっとそっちを見たままじーっとこう見てる。と薄暗い中、女がシュッシュッ髪を溶かしてる。それは女が髪をシュッと溶かすたびにボソッ髪が抜けてパラパラって落ちていく。シュッ溶かすとボソッ抜けて、またそれがパラパラパラ落ちていく。うおっ、その時ふっあることが頭に浮かんだ。そう、今日本当はもう一人予約の客があったんですよね。それは若い女性で、先月自分でもって予約に来たんです。クラス会に出るということだったんですがね。で今日その人は髪をカットして明日着物の着付けをするはずだった。ところがこの人は楽しみにしていたそのクラス会に出れなくなってしまった。というのもそれはクリスマスの時、会社の仲のいい同僚の女の子と二人で遊びに行ったわけだ。そしてこの女の子のアパートに泊まり込んだ。二人は布団を並べて気持ちよく眠ってる。ところが隣の部屋、ここでガスが漏れてたんですね。
ガスは軽いですからふーっと上へ上がっていく。これがだん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 と充満していくわけだ。寝てる際はそんなことは全くわからない。だん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 充満していった。夜中を過ぎた頃、隣の部屋の住人で若い女がね、相当に酔っ払って帰ってきた。酔ってて匂いが分かんなかったのか、入り口のドアを開けてそのまんま明かりのスイッチをカチンって入れた。明かりがついた途端にドワーッと爆発したわけだ。で壁がそのままバサーンと倒れて、隣の部屋の寝ていた二人の目ドサーンとしたわけだ。二人は壁の下敷きになった。途端にブワーッと火が回った。青森でそれも冬のことですからね、みんなストーブをつけてるわけだ。石油ストーブの人は買い置きの灯油がある。そういうものに火がついたからもうたまらない。あたりがあっという間に火の海でブワー火に包まれていった。そしてやがてこれが全てを燃やして鎮火したわけですよね。焼け跡から若い女性二人の焼死体が発見されたわけだ。で、はっ。ということは、さっき店の外に立っていたあの人ってのはじゃあこの人だったんだ。どうしようと思った。怖い。これから逃げたいんですがね、体が全く言うこと聞かない。固まったっきりじーっと鏡を見ちゃってる。いやだやだやだと思うんですよ。逃げれない、体が動かない。うわ、冷えたすがダーッと流れてくる。うーどうしよう、うーどうしよう。それでもどうにか逃げようと無理に体をふっと動かない。途端にカタッと音がしたと、髪を溶かしていた女がピッ動きを止めた。うわっと思って見ていると、薄暗い店の中が映っているその鏡、その鏡に女がスーッと顔を上げた。黒い女の顔の影がシューッと映り込んだ。髪が抜けて焼けつった。その黒い影のような顔、目だけが二つそこにポンとあって、こっちをじーっと見てる。思ってると、お願いしますと女が言った。途端に水野さんはふーっと意識を失った。どのぐらいか時間が経って、カチッってにー、おはようございますというアシスタントの梶田さんの声でふっと目が覚めた。あ、いけない、寝坊しちゃったと思いながら、あれ、気がつけば自分が布団の中。ちょっと待って、確か昨日こういうことがあって、あれあれ夢だったのかな。夢と思えないけどな。でも自分は布団出てるし、おかしいなと思ってると、店の方から、あら先生、昨夜あれからお客様があったんですか、ずいぶん髪の毛が落ちてますけど、っていう声がした。これもだいぶ前のことになるんですがね、東京の日の出を撮影するってことになったんですね。で、これは冬のことだったんですが、その日番組が終わってから局からそのまんま車でもって奥多摩へ行ったんですよね。東京の奥多摩っていうところはこう山がずっと迫ってますからね、奥へ行くと結構空がこう小さいんですよね。昼間は景色がいいんでしょうが、夜になるとやっぱりこう山が迫っている、木がこう迫ってますからね、黒い壁の中通るようなそんな感じがするんですよね。でやがてその目的の宿へ着いたんですね。とおかみさんが出てきて、どうもご苦労様でございます、お疲れ様ですって言って、私のバッグ取っちゃったんで、あ、いやいやいや、いいですよって、ね、どん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 こちらです先行っちゃう。で私ついてったんだ。だそれ蔵なんですよね。蔵を改造して宿にしてあるんですね。綺麗な白い壁、玄関もすごく綺麗なんですよ。ガラガラガラって開くと石がピシッと敷いてある。で向こうはもう光った廊下がパーッと向こうまで行ってるわけですよね。部屋が3つあって一番奥、こちらでございますからって、あ、すいませんねつらっと開けたらまた綺麗な部屋なんだ。まあその朝が早いっての分かってますから、じゃあって言ってそのままごゆっくりどうぞ、おかみさん行っちゃった。この部屋なんだなと思ってひょいっと見ると、ちょうどその壁の角ですよね、その角に小さな障子があるんですよ。あれ窓だなと思ってね、行ってつったけど、案の定窓なんですが、ガラスは余ってるんですけどね、はめ殺しというやつですよね、開かない。でひょっからひょいっと覗くと
ちょうど笹の花がさらさらこう揺れてるんですよ。その向こうに我々が乗ってきたその車がこう見える。あ、ここが駐車場の裏なんだなと思った。で、まだその障子を閉めて、さてどうしようかなと。冬のことで日の出というのは大体7時ちょっと過ぎぐらいなんですよね。で、まあ3時半には出るってことになってて、どうあんまり寝れないし、寝込んでもいけないからな、じゃあと思って、まあ一応目覚ましは2時ぐらいにつけといて、上着だけ脱いでね、そのまんまの格好でゴローンとベッド横になった。寝るともなく起きるともなく、バーってしてひょいっと気がついたらもう2時になるところ、あ、いけねえと思ってね、起き上がって、まあ映像映るわけですから茂でもそっとこうと思ってね。ところがこれ洗面所がないんですよ。あれ弱っちゃったなって、どこなんだろうって。で廊下に出た。廊下にもないんです。これ弱ったなおいと思って、しょうがないじゃん、こうなったら母屋へ行こうと思って、寒いですからね、土手らを引っ掛けて、でそのままひっとひっとひっと歩いてった。蔵の中で泊まってるのは私一人だけだったんですね。玄関行って靴下履いたまんま下駄突っかけて、ガラガラガラって開けて、ガラガラッと閉めた。うっすらと明るいんですよ。ひょいっと見上げるとこれ満天の星空ですよね。おお、東京でもこんなに星が出るのかなと驚くくらい。ところが目の前は木なんですよね。あれと思った。何も見えないんですよ。母屋わからない。でしょ、車降りたすぐにこのおかみさんに連れられてこの蔵の中来ちゃったもんですからね、わからないんですよ。弱っちゃったな、どこが母屋なんだろうなと。とささしささ、流れの音がするんで、はーてなって行ってみた。これ渓谷なんですよね。そこでこう川が流れてるわけだ。見るとその渓谷の底にね、ひれの長いこう屋根があるんですよ。あ、あれが母屋なのか。そうか、みんな上でもって車降りてで下へ行くんだなと思って、じゃあ行ってみようと思ってね、土手ら引っ掛けたまんま洗面道具持ってね、その崖っぷちにこう道があるっていうよりも、土手っていうのかな、その階段、山の側の階段がありますよね、山道の。そんなのがあるんですよ、土手っぷちに。あ、これだなと。これ星明かりなんですよ。そこ降りるわけだ。降りると下まで降りるとクシュッとするんですよね。谷の底だから湿ってるんですよ。10桁潜る。玄関の前立ってみた。これまた円楽古いんですよ。なんだかボロなんですよ。蔵あんな綺麗なのに随分ボロだなと思った。小さな鐘がポツンとついてる。で曇りガラスでもって格子の昔のあの玄関ですよね、それが前にあるわけだ。でもいいやとってガラガラガラって開けたんですよ。チーンって言って中暗いんですよ。あらっと思った。旅館ですからね、お客さんがいれば普通夜中でもね明かりがついてる。で花ぐらいこう置いてあるわけですが、何にもないんですよ。旅館の下駄もなければスタッフが脱いだその靴も何にもない。ガラーンとしてもいいと思った。こっちはもう壁でもって行きようがないんですが、一方は長い廊下がずっとついて、それが黒い闇の中でこう消えてるんですよね。あ、こっちだなと思って、で下駄脱いで上がったんです。廊下ひった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 歩くんですね。一方は障子がピーッと閉まってるんですよ。ところが多分スタッフがいるんだろうと思ったんですけどね、気配がないんですよね。寝息が聞こえるとかね、脱ぎ散らかしたようなスリッパがあるっていうのは分かりますよ。そんなもん全くないんだ。すごく空気がピーッと緊張してる。指が何かと思って象徴ポンと押すとピシッと、なんかこう破れそうな、そんな感じがする。でもう一方はというと、一辺が40センチぐらいの四角いこの窓がね、ちょうど間隔を超えてポツンポツンとあるんですよ。これが星明かりか月明かり、それがうっすら差し込んで、なんかどうにか見えるんですよね。で、ひっと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 だけども。で、こうやってね、横に行く廊下があったの。これは少し上りになったんですが、その向こうに洗面台が見えたんで、ああ、よかった、あそこだと思って入っていく。で、洗面台の前。と、そこに細い柱があって、柱に幅の狭い縦長のね、鏡がくっついてるんですよ。ところがもう周りはボロボロなんだ。でもどうにか顔は見えるんですよね。正面ガラスがあって、そこからうっすら外のこの明かりが入ってきてるんですよ。蛇口があって片っぽお湯なんですがね、これ出ない。シャーッと水がザーッと、ああ水が出ればいいかと思ってね。それにしてもこれ廊下でえらい狭いんですよ。で自分の正これ真っ暗なんとか何にも見えない、ただの真っ暗闇なんですね。ジャーッと水出して顔洗って、でシェービングクリームでキュッとしてこれ、ね、塗って髭剃ってた。剃ってると突然後ろで待って、ザーッと出して、うわっと水の音、そのうちにカーンカーンカーン、ザッ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 カーンコン、あ、
風呂場か。あ、風呂掃除してんだなと思ってね。旅館ですから遅くに風呂入る人もいるし、朝早い人もいるんで、こんな時間に掃除をするんだなと思って、それにしても明かりをつけないんだなと思ってたんですよ。次はそれ終わったんで、また顔を洗って、で今度は歯磨いたと、さわっと風を感じたんですよね。なんと思った、誰かが後ろ通るんだ。なんせ狭いその廊下なのに洗面台出てるから余計に狭いの。人が通ったんで少しのけたろうと思って、ひょっどいたら、とこの幅の狭いこの鏡にね、ちらっと着物の襟とね、この同じなんだけどちらっと見えた。あ、おかみさんだと思ったんで、大変ですねと何にも言わないで言っちゃったんだよ。なんだ、随分愛想がないなと思って、さっきあんなに気分よく迎えてくれたのにと思いながら、ああ疲れてんだなと思ってね。では、まあ、歯も磨いたんで洗面道具持って、また廊下ひったひった歩いたと。でさっきの長い廊下行ったんで、そこをひったひったひった歩いた。ところが途中まで来ると突然体中がね、ザクザクッと寒くなったんで、うわーと思った。なんだこれ気持ち悪いなと思ったんで、少し早してトッと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 ッ行って、で下駄履いてね、玄関を出た。ガラガラピシャッと閉めた。であのドテプチのその階段のような山道のようなところをカーッと上がって、で自分の部屋行った。外から声が聞こえてくるんで、あれと思ってその障子をスッと開けると、ガラスのその向こう、ちょうど駐車場の方に何人かの人影が見えたんで、ああもうみんな来てんなと思ったから、そのまま私外出たわけだ。その日天気が良かったんで、まあいい具合にその日の出の様子が撮れたんですよね。で山から降りてきたわけだ。そして朝ごはんになった。一息入れて今度はね、食事を紹介するわけですよね。おいしい料理で、テーブルにいろんなこう料理が並ぶわけだ。でこれは私は絡まないんですよね。料理だけ取るわけですよ。要するに業界でいう物取りというやつですよね。で私はこっちに座ってる。特におかみさんが座ってるわけだ。その向こうに年配の中井のおばさんが座ってるわけです。中井さんが、でたまにおかみさんがね、あのお皿ね、もうちょっとこっち向きですね。でね、その小さいあの鉢ありますよね、それはね右上ぐらい、手を押せるぐらい、あとは暇なんですよ。ほいでなんとなく私言うともなくね、いやもう夜中にお前行っちゃった、洗面所がないからさ、ほんと母屋まで行ってね、顔洗いましたよ。ええー、ってかね、もう寒かった、どてら引っ掛けてっていうの話したら、いや井上さんありますよ洗面台あそこに、ってか、えあるんですかって、いやありますよって、いや知らなかったな、分かんなかったから母屋行っちゃった、何時頃いらっしゃいましたって言ったら、そうですね、あれ2時か2時半ぐらいか、そんなもんかなって言ったんですよ。本当いらっしゃいましたって言った時にふっと思ったんですよ。今映像を撮ってるこの場所、ここは蔵からずっと来てね、地続きなんですよ、同じ敷地の中。じゃあ千葉さん、あのね、私ね行ったら、あのほらこの人谷の底にほら長い平屋の屋根があるでしょ、あっち行っちゃったって言ったんですよ。そしたら二人が不思議そうになって、えっ、ー、ってな顔するんですよ。おかみさんが、稲川さん、あそこうちじゃないんですっての。えよそ、なんだ、じゃあ私夜中によその旅館行って買われちゃったんだって言ったら、は稲川さんあそこ入れましたと、いや玄関開いてましたよ、明かりはとついてた、って言うんですよ。水は出ましたかって言うから、いやお湯は出ないけど水は出ましたよ、ってまた言ってるんです二人が。稲川さん、あそこうちが旅館をするもうすでに前に旅館辞めてるんですよねって。えっ、そうだって、あそこおかしいわね、誰かいましたか、いるのかしらねとか言ってるから、私が、いや人いましたよ、って言うから、いや私がね歯磨いてる時に後ろがちょうどあの風呂場でね、風呂場の掃除してて、でその人出てきたんでね、でこう着物でもってこううなじがねこう見えたんで、私おかみさんかと思ったもんだから声かけちゃいましたよ、向こうは返事しなかったけどって言ったら、二人が真っ青な顔するんですよ。稲川さんそれ本当ですかって、いや本当ですよ、これ死に沿ってる人だ、って言いながら、稲川さん下のやつですけどね、あそこお風呂場ないんですと。あそこお風呂ないんですよ、あそこが火事になってそこで下のおかみさん亡くなってるんですって。驚いてね、いやちょっと待ってくださいよ、言って、まあ、知るのことですから私行ってみたの。昨日降りたそのドテプチの階段のようなところ、すごいんですよね、泥でデコボコしていて、時々こう石が横にあるんです、こうなってて、山の本当に階段のようなところ、階段ちゃう階段だけど変なとこだなと思いながら降りてった。下へ降りるとやっぱりジブッとするんですよ。まあ多分そこでもね
夏は緑がいっぱいあって清流が流れていいとこなんでしょうよ。秋になれば紅葉して、その紅葉がこの流れに移ってまたいいでしょうし、建物の中からこう釣りもできそうですしね、いいとこなんだけど、なんだかそのように建物ボロいんですよね。はーてなーと思ってひょいっと見た、玄関に明かりがないんですよ。電球がないんだ。確かこの明かりがついてたよなと思って、でその玄関ガラーッと開けたの。ところがそうですね、せいぜい12、3センチぐらいなもんかな、それしか開かないんですよ。昨日全部ガラガラって私入ったんだから、いくらやっても開かないんですよ。おかしいなと思ってひょい顔だけ突っ込んでこう見たんですよ。と玄関の隅、私が昨日下駄を抜いたところちゃんとね、まあほら濡れたところ歩いたもんですから歯の跡残ってるんですよ。やっぱ自分そこ来てるんですよね。でも変だから、えらく暗いんだ、あちこち蜘蛛の巣飼ってるんですよね。で埃がふーっとこうね全体をこう覆ってるんですよ。で人の歩いた跡があるんですよ。やっぱり自分来てたんだと思って、そう歩いたの、私のその足跡ですよね。それ自分は確か入っていって、でそこで茂を剃って歯を磨いた、確かに後ろでもって風呂場を洗ってる音がして人が通ったんだから、それ私見てるんだ、自分が体験してるわけだでしょ。だから入ってそれ確かめようと思うわけだ、どう入れない、どうにも入らないと、もう一つの自分がやめとけよやめとけよ危ないぞやめとけよと言ってるわけですよ。ところがもう一個の自分の方がって言うと、行って確かめようじゃないか、自分は昨日来てるんだから行ってみようじゃないかって気持ちがあるんです。でもう一個はやめとけやめとけ危ないぞ危ないぞやめとけって気持ちがあるんですよ。どうにも入れない、仕方なくパーン玄関閉めたと、昼の日差しがちょうど私に当たってるわけだ。でこの曇りガラスの玄関にね、私がパッと映ったんですよ。映ったんですが、同時に後ろの景色も映り込んだの。それがなんか変な感じだったんですよ。なんだろうと思って振り向いた、うおーと思った。私が階段だと思って降りたところ、そこからずーっと左側、その崖をですね、こうちょっとコンクリートでもってこう塗ってあったんでしょうね。それが全部剥がれてるんだ。そしてむき出しになった土の中から古い墓がずーっと出てるんですよ。私が階段と思ったところ、それ違うんです、墓石だとか、あとは墓のねこの仕切りや柵、それが倒れてたんですね。ああと思いましたよ。帰りの列車でもってスタッフがね、稲川さん奥多摩って冬はあんまり人が来ないじゃないですかってから、人の来ないその奥多摩で夜中そのおかみさん風呂を掃除してお客さんをきっと待ってるんでしょうねって言ってましたよね。宿を出て行った。暗い道、昼間はうるさいことのあのセミシルエだったんですが、シーンってしまった。やがてうっそうとた森のところへやってきた。森を背景に黒く大きな西洋館のその輪郭がね立ちはだかってる。懐中電灯の丸い明かりの輪がふーっと建物の壁照らしてる。と不意にローレライの曲が聞こえてきたんだ。うわーと思った、おいアリサだった、おーオルガンの曲なの。石田君が知っていく、小田君が知っていくと、あの小さな扉が開いてる、やっぱりそうだよ、中へ飛び込んだ。オルガンのある部屋、二人がまたザーッと近づいていった。扉が開いたまんまになってる。そこから曲がふーっと流れてくる。ひっと覗くと真っ暗な部屋の中、ちょうど入り口と反対側の壁のところにオルガンがあって、オルガンの上に懐中電灯がポンと置いてある。その明かりの中でもって有沢のり君がオルガンを弾いてるわけだ。おい有沢有沢、声かと彼女は気がつかない、夢中で弾いてる。おい出家する、で彼女の肩を持って、その時には立ち目た彼女がふっ驚いたような顔をしたの。おい帰ろう帰ろうや、彼女まだボーっとしてる。と平田君が、おい人形がいるぞって言った。えどこに、後ろ長い人に人形いるぞ。えどちらにしても出口というのはね反対の壁側なんで振り向かなきゃならないんでね。で小田君が懐中電灯ふーっと照らしてった。長い椅子がある、ん懐中電灯の明かりの中、その長い椅子にペタン金髪の少女の人形を座ってこっちをじーっと見てる。その顔はひび割れてまるで老婆のように見えた。それがじーっとこっち見てる。わーと、と平田君が、おいこの人形
有沢のオルガン聴いてたのかなって言った。それがなんだか妙に怖かった。でなんでここにいるんだろう。あれさ、お前人間運んだのかって言ったら、うんって頭が。とまた平田君が、なあ、この人形を自分で歩いてきたのかな。これがまたなんだか妙に怖かった。みんなでうわーと思って、そこを飛び出した。そして一回降りて、台所を突っ切って外出た。庭を出て、三人走ってきた。ペンだとは聞くと、頭を振ってる。どうやら見つけられなかったらしい。帰ってくると、そろそろキャンプファイアが始まるわけだ。で、みんなでわーっとキャンプファイアを囲んで、あれこれお話しながら歌を歌った。そして、さあ、じゃあ解散。ってんでみんな部屋帰った。この、有沢のり子という女の子の部屋というのは、女の子ばかり4人の部屋で、2段ベッドが2つある。で、下の段に彼女は寝たわけだ。遊び疲れて3人の女の子がいい気分で寝てるわけだ。でも興奮したせいかどうも寝つけない。ベッドに横になってそのままじーっとしてさあ寝ようと思ってた。時折雨戸から気持ちいい高原の風がスーッと引っ込んでくる。ちょうど庭には常夜灯がついて網戸を通してその辺りがスーッとこう見えてる。見るともなくさーっと見ながらまたうつらしてるとカタッギーカタッ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 ギーカタッ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 、ん？聞き覚えになるような音がする。なんだろう？それがだん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 と近づくような感じがしたんで、とってうっすら見てると、やがてその常夜灯の明かりの中、闇の奥から少女の姿がスーッと現れた。あらーと、それあの金髪の人形だ。それこっちよかった歩いてくる。カッキーカッ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 、だん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 自分の部屋の方向かってくる。うわっと、どうしようと、いやだ、くるくるくると、だん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 こっちに向かってくる。カッキーカッ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 、うわーと、三人はいい気持ちになってる。どうしようどうしようどうしようと、だん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 近づいて、やがて網戸の背がペタッとくっついた。でその金髪の人形が部屋の中をじーっと覗いてる。自分のところへ来たんだと思った。どうしよう、しょうがない、寝たふりしようと思ってね、目をつぶってじーっと拝んだ。音がしない、じーっとしてる。時間が経っていく。もう行ったろうか、もう行ったろうか、もう行っただろうかと、じーっと時間が経っていく。もう行ったろうかと、様子を見ようとうっすらと目を開けた。どうやらいないらしい。ああいないのかなと思って、ふっと目を開けたと、自分の目の前に人形の顔があって、ふーっと覗き込んできた。うわっ、そのまんま意識を失った。さて翌朝、朝の食事が済んで、いよいよみんな引き上げる支度を始めた。と偶然小田君が有沢のり子に会うと、彼女ここにペンダントしてるんで、あれどうしたのって聞いたら、うん、このおばさんがね見つけてくれたの。えどこにあったって、うん、庭にあったって言うんだけどねって言って、昨日の話をしてくれた。でその話をして、自分じゃ夢のような気がするんだけどな、あれ何だったんだろうって言った。その時小田君は思った。多分人形がペンダントを届けに来たんじゃないのかなと思った。するとなんだかその人形の顔とこの宿の女主人がどことなく似てるような気がして見えた。そしてかつてその西洋館に住んでいたというロシア人一家の金髪の双子の姉妹ですがね、それって一方は人形だったんじゃないかなって思ったって言うんですよね。この女主人はもしかするとこのロシア人の画家の一家と関係のある人なんじゃないかなって思ったって言うんですよね。何か不思議な話ですよね。だいぶ以前のことになるんですがね、私東京の杉並で小さなバーを経営したことがあるんですよね。そんな時に
いつも来てくださるお客さんで、お坊さんとその妹さんがいらっしゃるんですがね。でこのお坊さんというのが30をちょっと出たぐらいかな、ロングヘアでもってサーファーなんですよ。でこの人とっても面白いんですがね、この方が体験したお話を聞かせてくれたんですがね、それはもう20代の頃はね、みんなでもってしょっちゅうサーフィンに行ってた。ところがだん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 忙しくなってくる、お互い時間もなくなってきて、みんなが会うこともなくなったし、サーフィンもすることがなくなっちゃったんで、たまにはみんなで行ってみたいなということで、みんなのもと落ち合ったわけだ。朝やーく暗いうち4人が揃って東京を車で出たわけですよね。やがて街道を通ってるとレストランがあったんで、おい朝飯しようやってんで車を止めたわけだ。で店に入った。女の子がいらっしゃいませって言うんでね、コップに入ったその水をトントンと置いてった。ところが3つしかない。お姉さん1つ足りないよって言った。はい、ポーンと水を置いてった。どうする、急いでっから、じゃあみんなカレーでいいか。うん。んで、すいません、あの急いでんで全員カレーと、お待ちどおさまでしたって、やがてカレーが3つポンポンポンと来ると、とさっき水が来なかったそのカレーのところ、またカレーがない。お姉さんカレー1つ足りないよって、はい、んでカレーが来た。でみんながなんだお前、まるで存在がねえなって笑ったわけですよね。食事が終わって車に乗ってまたバーッ、でやがて目的の海へ着いたんですがね、宿へ行くにはチェックインまでちょっと時間がありすぎる、早く着いちゃったんで、じゃあどうしようか、あ面倒だからこれ持って海入っちゃうよって言うんで、車のところで着替えてみんなでもさらーって海入った。しばらくぶり、仲間が揃ってサーフィンですからね、それは気持ちいいわけだ、いい気分だってってやってた。夢中でやってるうちに昼を過ぎちゃったんですね。でやがてみんな上がってきた。おーいい気分だ。ふいっと見ると一人いない、あの例の水が来なかった、でまたカレーが来なかった、その彼がいない。おーあいついねえなって言うと、ああどうせどっかでもってナンパでもしてんだろうって笑ってた。おどうする、宿の方チェックインするか。いいよ、行ってまたチェックインしてから戻ってくるの面倒だから、このまま夕方まで遊んじゃうやって話になって、そうだな、またみんな海に入ってサーフィン楽しんだわけですよね。そうこうして日も傾いて、さーっとみんな上がってきた。で宿へ行ってね、あいつだと、おいねえな、いやいやどうせあの宿分かってんだから後から来るんだろうって話で、そのままみんな風呂入って体洗った。で出てきて夕食になったわけですよね。食事をしながらみんなでもってガン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 ビール飲んでもいい気分で酔ってきた。何せ朝が早かった、長い距離車でやってきてそのまんま海に入ってずーっとサーフィンやってますから結構疲れてるわけですよね。そのうちにみんなゴロンゴロンそのまま横になっちゃった。でいつの間にか眠っちゃった。眠ってると、すいません恐れ入ります、すいません、その声でそのサーファーのお坊さんがふっと目が覚めた。あれ、ふすまの向こうからすいません恐れ入ります、来ましたんだ。はい、あの、あどうぞ。ふすまがいたと宿の女将が立ってんで、何ですか、あすいません夜も遅くにって言ったんで、と思ってひょいっ時計を見ればもう夜中になってる。なんだおい、あのまま寝ちゃったんだなと思って、で何でしょうかって言うと、はい実はあの今玄関の方にですね警察の方がお見えになっていて、ちょっとお話をしたいって言うんですけど。え警察、何だろうな、構いませんけど、で出てったと、薄暗い玄関に男が一人ポツンと立っていて、警察手帳を出して、恐れ入ります、すいません警察の者なんですが、はい何でしょう、突然なんですがご一緒に来た方でまだお帰りになってない方いらっしゃいませんか。うん、おいおりますが、あそうですか、誠に恐縮なんですがこれからちょっとご足労願えないでしょうか。え、なんですか、あいつ何かやったんですか、事件でも起こしたんですか。いやあのそういうんじゃないんですが、いやちょっと待ってください、今あの連れがおりますんでねって言って部屋行って、おい起きろよ起きろよ、仲間起こして、え、なんだよ、そうじゃないんだよ、今警察が来てるんだよ、どうもあいつがな何か事件起こしたかなんかしてるらしいんだけどさ、一緒行ってくんないかって、でみんな着替えたわけだ。3人が着替えて出てきたと、警察の人が、すいませんじゃあうちの車乗ってもらえますか。車乗った。で車が走り出した。で一体どういうことなんでしょうかねって言うと、はあ
言いにくそうにその警察官がね、実はですね昼に死体が上がったんですがね、これがあの30代と思われる男の人なんですがね、それであの身元がわからないんで昼からずーっとあちこち探して歩いてて、こんな時間になってしまったんですけど、ああそうですか、でどうすればいいんですか、って誠に恐縮なんですが、すいません、あの確認願えないでしょうか、確認と一人が、やだよ俺こんな夜中にお前叩き起こされてさ、どこの誰か分かんないやつの死体なんか見たかねえよって、でもう一人の方も、勘弁してくれよ、あの野郎あいつが帰ってこねえからお前こんな目に遭っちゃった、あいつ見てろよ本当に、戻ってきたらただおかねえからなってこと言ってた。そうこうするうちに車が止まった、すいませんここなんですが、え降りるとそこにコンクリートの全く何の風もない建物がボーンと立ってる、警察じゃない、どうやらどっかの病院のまあ別棟らしいんですがね、殺風景な建物でドアがポツンと一つある、すいません恐れ入ります、でついてった、こちらなんですがねってんで鍵開けてニーで扉の向こうカチッスイッチを押す、長い通路があって向こうにもポツンと扉が見えてる、警察官が先を行く、あとがみんなついてった、カンカツンカンカツンカンで扉の前へ来たと、警察官が、あのすいません確認願いますでしょうかって言うと、一人がお勘弁してくれ俺やだよ女夜中に気持ち悪い俺やだよと、一人がいや俺もやだよ勘弁してやだよ、おいお前は坊さんなんだからさお前が見るよ一人が見りゃ分かるだろそんなことって言うんで、このサーファーの坊さんが確認することになった、じゃ あの私が見ますからって、そうですかでにドアが開いた、部屋の中っていうのは小さな明かりがついて薄くぼんやり明かり、向こうにベッドがあってふっと見ると何も乗ってないんだ、あらーと思ってた、あすいませんこちらなんですが、言われてそっちを見る、壁際なんですがね、この壁に沿うようにして床の上に直に死体らしいそのシートをかぶったものがずっと横たわってる、なんだろう死体なんてのは普通でベッドの上に乗ってるわけだ、それが床にあるんでおかしいなーと思いながら、へい行くと、その警察官がすいませんお願いしますで、いいんですかって、はいで、まあ、お坊さんですからねしゃがんで手を合わせて、でそのシートをシュッと掴んだ、でゆっくりとこれスーッとめくった、髪の毛が見えた途端に分かったって言うんですよね、普段さほど気にもしてないんですが人間ってのはどうやらこう覚えてるらしいんですよね、その縮れがなのかそれとも色がついてるのかどうか形がっていうのは分かるらしい、すぐ分かったって言うんですよ、うわっと思ってスーッと案の定、おい来てくれよと二人が飛んできた、うわっと驚いた、はい間違いありません、あの我々の連れです、ああそうですか、はあ分かりました、であの警察も連絡しますけどこちら あの海内の方に連絡したいんでって言うと、一人が「はい分かりました、じゃあ今ちょっとそっち私電話しますよ、そうですか出たすぐのところに公衆電話並んでますんで」って言った、で警察官も「じゃあすいません私も電話しますから」って言っちゃった、公衆電話のところで警察官が「はいただいまですね、はいあのご友人の方が、はい、確認しました、って話してこっちの公衆電話で、あもしもしすいません夜分に、実はですね話をしてる、なんとも言えない嫌な空気が流れてる、でこのサーファーのお坊さんの方はお坊さんですからね手を合わせて読経を始めたわけだ、ひとしきりこの読経が終わってでふっと立ち上がった、と仲間の一人が「おいおいえいや俺さっきから気になってんだけどさこの遺体だよ、やけにこれ長かねえか、うん普通は人間の長さって決まってるだろう、これやけに長いで俺長いからベッドに置けないんじゃないか、それで床に置いたんだろう、これどこなんだろうなって、実際このサーバーのお坊さんの方も実は俺もなそう思ってたんだよ、なんか気になる、で警察官にすいませんこの死体やけに長いですよねって言うと、見てもいいですか、って言ったんでしゃがんでねまたシートをふっと掴んだ、ゆっくりとふーっとめくっていった、髪の毛があって顔があるで目から体
腰から布団ずーっと伸びてった。膝のあたりなんだかもやもやした灰色のものがある。え、髪の毛らしいんで、おっと伸びた瞬間に、うえーっと3人が声を上げた。なんと死んだその友達の膝の間挟まるような格好でもって白髪の老婆が顔を突っ込んでね、両手で持ってガチーッと両足を押さえ込んでるって言うんですよ。それがぐーっと押さえ込んでなかなか取れない。死体はなんと二つあったんですよね。で彼がね、警察官に、あのこの人何ですか聞くと、このおまわりさんが聞くとね、この警察官が、あの4日前に海に落ちて行方不明になったおばあさんなんですって言ったんで、ちょっと待ってくださいよ、4日前に海に落ちて行方不明になったこのおばあさんがなんで今日海に来たこいつの膝に捕まってるんですかって言ったんですね。と警察官が、それがわからないんで苦労してるんですよって答えたって言うんですよね。ドスンとすごい音がして体が激しく揺れた。気がつくと、俺今どうなってる？隣で中野の声がした。ふっと見ると中野は右目の眼球が飛び出ていて顔の皮膚が垂れ下がってる。喉の奥でふっと悲鳴を上げた。遠くで人が騒いでる。こいつはひでえなっていう男の声がした。それで事故だって分かった。お前大丈夫か？って言おうと思ったんですが、喉の奥に何かが詰まってて声が出ない。と中野が、お前生きてるか？って言った。その時もしかしたら自分は死んでるのかなって思った。そして意識が途切れた。ふっと目が開いた。ぼやーっと白い天井が見えた。光が目に入ってきて誰かが自分の名前を呼んでる。光を遮って何かの髪がずーっと自分にかぶさってきた。で覗き込んできた。母親の顔だった。で自分は助かったと思った。でその時になって何があったのか初めて分かった。自分と中野は車に乗っていた。そして建設現場に差し掛かった。とそこで交通規制があって渋滞になった。とその時に建設現場のクレーン車がバランスを失って倒れてきた。そして自分たちの車を直撃した。中野は下敷きになって即死だったそうだ。そんなはずはない、あいつは自分に語りかけていたんだから。そしてふーっとまた意識がなくなった。遠くで物音がする。それがだん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 大きくなってきた。やがてそれが電話だということで気がついた。電話が鳴ってる、電話が鳴ってる。だんだん大きくなってきた。出なくっちゃ出なくっちゃ、電話がだん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 大きくなってきた。で電話に出るとそれは中野の声だったんで、お前生きてるのかって言うと、今からお前のとこ行くよって言った。途端にふっと目が覚めて、夢か、夢だったのか。病室の中もううつぐらい、窓の外は随分日が陰ってきてる。シーンとしてる。薬が効いてるんでまたふーっと眠りについた。遠くで音がしてる。だんだん大きくなってきた。やがてそれが電話だと分かった。電話が鳴ってる、電話が鳴ってる。だんだん大きくなってくる。出なくちゃ出なくちゃと思ってる。電話がだん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 鳴ってる、大きくなってきた。で受話器を取ると中野の声がして、今
お前のところに来てるんだって言った。で電話が切れた。途端にふっと目が覚めた。ああ夢か。病室はだいぶ暗くなってる。窓の外はもう暗い闇が包んでる。ああ夢かと目をつぶろうとすると何かの気配を感じた。え、誰かいる。誰かがいる。うーっと辺りを見渡したと暗い壁のところ中野が立ってる。あれ中野死んだんじゃなかったっけと思った。中野がゆっくりと自分に近づいてきた。中野は右目の眼球が飛び出ていて顔の皮膚が破れてブラーンと垂れ下がって血にまみれてる。だんだんと近づいてきた。近づきながら俺今どうなってるって聞いてきた。黙ってるとぐーっと寄ってきて自分を覗き込みながらなあ俺と一緒に行こうやと言ってぐーっと手を伸ばしてきた。土地の人たちは昔からこの浜に近づこうとしない。青い海、白い砂浜、美しい海岸なんですが確かに人の姿がない。この海岸では人がさらわれるという噂がある。そしてその昔この浜一面に死体が打ち上げられたことがある。それは終戦後ソ連に抑留されていた人たちが引き上げ船で帰ってきた。そして上陸を目前にして船が海底の機雷に接触して爆発した。そして全員が死んだ。沈んだのはこの船ばかりじゃなかった。ソ連の潜水艦が魚雷攻撃をして撃沈したという話もある。口では言いつけたような苦労をして命がけで生き延びてついに夢に見た祖国を目の当たりしてその喜びもつかの間海の木図と消えたこの人たちの無念さというのはいかばかりだったでしょうか。中には怪我をしながらもどうにか祖国にたどり着こうと必死で泳いだ方もいたそうですが力尽きて海の底に飲み込まれていったそうです。そして波に運ばれてたくさんの死体がこの浜に打ち上げられた。この人たちは死体となって日本にたどり着いたんですね。さてそんな犠牲者が身につけていたカバンや死んでもしっかりと握って離さなかった手提げ袋そしてリュックサックの中身までこの土地の心ない一部の人が持ち去ってしまった。この人たちは全員不幸に見舞われたそうです。風の強い日になると沖の方から泣き叫ぶ声や悲しい悲鳴が風に乗ってこの浜に運ばれてくるそうです。土地の人たちは耳を塞いで決してこの浜には近づかなかったそうですよ。今でも時折砂の中からその当時の犠牲者のものと思われる品が見つかることがあるそうなんです。年月が過ぎてまあそんなる時なんですが仕事でこの土地へやってきたある電機メーカーに勤める鈴木さんと太田さんという2人の若手社員なんですがね仕事を終えて「ああせっかくなんだからさ夏のことだし夕日に染まる海岸でもってお前いっぱいやろうじゃねえか」って言うんで2人冷えた缶ビールにつまみを持ってやってきた。来てみれば今しも夕日に染まるこの海岸と海美しいこの海岸一っ子一人ない。おいいなあ。なんだかこうなると火が欲しくなる。おい焚き火でもしようかと。ああそうだなって言うんで流木を集めて焚き火が始まった。
炎に照らされて二人冷えたビールをカーッと飲んでる。日がだんだんと傾いてもう水平線の向こうに消えようとしてる。とあれ、いつからいたのか波打ち際に小さな子供が一人ポツンと立ってる。辺りには誰も姿がない。もう日が落ちようというのにこんなちっちゃな子供がたった一人、一体何をしてんだろうと思ってね。心配になった鈴木さんが、おい危ないよと言うと、その小さな子供がこっちをふっと振り向いた。でこの太田さんの方が、波打ち際危ないからもうちょっとこっちおいでって意味で、おいでおいでおいと。でこれが呼ばれたと思ったのか、その子供がこっちの方へだんだんとこう歩いてきた。それが何だか妙な歩き方、だん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 と近づいてくる。やがて焚き火の炎に照らされてその子の姿がこう見えてきた。なんだか変な感じがした。汚れた服を着て5、6歳のそれはげっそりとやった女の子で、この鈴木さんが、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん一人、お母さんはと言うと、その女の子がふっと海の方を振り向いて沖のあたりをじーっと見つめてる。二人が見たんですが、そこには何の姿もないと。その時この女の子がね、大事そうに何かの入った布袋を抱えてるのが気になった。袋から長い紐がずーっと垂れて砂の上をずーっと引きずってる。ああ、それ引きずってるよって言うと、女の子がその紐をずーっと手繰り寄せた。紐がずるずるっと砂の上をずってくる。女の子が手繰り寄せる、紐がずるずるずっとずってくる。見るともなくって見ると、その紐の先、なんだか妙な生き物のようなものがくっついてる。何がくっついてんだろうな。女の子が紐を手繰り寄せると一緒にズル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 と砂の上をずってくる。それがだんだんと近づいてきた。あれなんだろう、ズルズルズルと寄ってくる。そのうちに焚き火の炎に照らされてその正体が分かった途端に二人がブーッと思わず声を上げた。そのまんま視線が止まってしまった。それはなんと人間の指示までの右手だった。それが紐の先をぐーっと掴んでる。女の子が紐をふっと手繰り寄せると紐と一緒にズル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 だん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 と寄ってきた。二人は見るともない、ただ黙って目を踏みたままじーっとそのありさまを見ていると、女の子がふっその右手を後ろに上げて抱えている布袋にふっと紐を入れ込んだ。その時布袋のこの隙が少し開いて、中から女の生首がこっちをじーっと見たもんですから、うわーっと声が出る。二人も慌ててその場から逃げていった。日の沈みかけた海岸で小さな女の子が一人、波打ち際に打ち上げられてくるバラバラになった母親の遺体を拾い集めていたんですね。もちろんこの女の子もこのようなもんじゃありませんけどね。九州の人で仮に A さんとしておきましょうか。これはその A さんのお父さんの話なんですがね、 A さんの実家というのはおじいさんの代からのお米屋さんなんですがね、お米屋さんといっても何も田舎なもんですからね、お米の他に缶詰だ瓶詰めだ食料品やら雑貨やら扱ってるわけなんですね。でどちらかというと買いに来るというよりは配達が多いんですね。それは夏のことだったんですがね、まあ土地柄大変に信仰の厚いところなんですね。であれやこれやと行事があるわけですよ。そうなってくるとお父さん忙しい。自転車の荷台につけた大きなカゴに詰めるだけ積んでね、あちこちこう配達に回るわけなんですよ。その日も配達に回っていた。朝からずっと回って隣村でもって最後の配達が終わったと、もうその時は日もどっぷり暮れてるわけだ。お土産にいただいたメロンが2つカゴの中に入ってる。さあ帰ろうってんでね、ずっと自転車こいできた。でやってきてふっと止めた。というのは
この道なんですがね、舗装はされてるし、ところどころに街灯も立ってるんですが、これずっと行くと結構大回りになっちゃう。一日中もう自転車乗ってますからね、さすがに疲れた。できればもう早く着きたいしなぁと思った。こっからだともう一歩道がある。ただこれ山の中通る道なんですよね。全く明かりがない。ところどころが舗装してあるだけ。で、その道ずっと行くと小さな谷があるんですがね、そこに橋がかかってる。で、その橋には小さな橋がかかっていて、名前なんかはないんですが、土地の人は昔からこの橋を骨なりの吊り橋って呼んでる。なぜそう呼ぶようになったかというと、それは戦国の時代、ここに山城があって、それを攻め落とそうというんで、山の裏手からずっと敵がやってきた。谷を越えようと思ったんですが、ここで待ち伏せを食ったんですね。で、全員がそこで討ち死にしたわけなんですね。とこの山城の主が見せしめだというんで、この死骸をこの橋にぶら下げたっていうんですよね。で、吊り橋というわけですよ。土地の人は気持ち悪いから絶対そこに寄りたかない。これがプランプラン揺れているうちに、やがてカラスが集まってきてつつくようになる。肉が腐る。これが四里四方に匂ったって言うんですよね。そうこうするうちに肉は腐って、血は腐って、で、ずるっと溶けてなくなっていく。やがて衣服の中には骨だけが残るわけだ。と谷を吹き抜ける風が吹くと、その度に衣服の中でその骨同士がカタンカタンとぶつかって、カラ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 音を立ったって言うんですね。それで骨鳴りというんですね。で、骨鳴りの吊り橋と言われるようになった。そして戦争中、その山城があったところに陸軍の弾薬庫ができた。で、これが爆発を起こして何人か人が亡くなった。まあ、そんなことがあるもんだから、途中電池はまずここには寄ってこない。さあどうしよう。その道行きは結構早く着くんですよね。まあこの際背に腹は変えられないんで、早く着く方がいいだろうって言うんで、お父さんそっちの道入ってったわけだ。自転車こいでザーッやってきた。辺りはもう真っ暗、街灯がない。おまけに鬱蒼とした木、山こう迫ってるわけですから、闇の中走ってるだけ。ザー明かりといえば、自転車のこのちょうどハンドルにつけたね、小さなヘッドランプだけ。これがわずかな辺りをこう照らしてる。これが凸凹道ですからね、ガタ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 こう揺れるわけだ。どうにも気持ち悪い。風がヒュー吹き抜けてくる。うわーと骨勢がカラ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 鳴り始めた。うわーと吹いてくる。ああ来るんじゃなかったなと思ったんですが、もう遅い。仕方ない。一生懸命漕ぐんですが、これが荷物を運ぶ自転車なもんですからね、普通の自転車よりも頑丈にできている分、目方も重いわけだ。歯車の方も前後の差があまりないやつで、いくら漕いでもそう速くは走らない。ああ早く抜けてえなーと。風の音が何だか知らないけれども、人のうめく声のように聞こえてきた。カラ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 、うー一生懸命声、後ろは真っ暗な闇、何かいるようなそんな気がして怖くてしょうがない。うーやだな怖いな、何も来なきゃいいけどな、何か来るんじゃないかなと思いながら一生懸命声いてる。気配が来てる。真っ暗だよみんなが。何かが後ろがだん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 こっちへ近づいてくるような気がする。いやだ来てる、いけない、一生懸命こう、でもなかなか進まない。だん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 近づいてくる。たたたたたたたうわーっこむんですかね。たたたた来てる来てる、何かが来てる。そりゃ犬や猫のようなそんなちっちゃいもんじゃない、もっと大きなものがどん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 乗ってくれる。夢中でこむんですが、そうスピードない。カラ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 、やがて前方に骨なりの吊り橋が見えてきた。うわあれだよ、こっちましま、うわカラ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 、うわ橋へ入ると、その時にガフンペタラが重くなった。え重い、何かが乗ってる乗ってる。
うっって、いや気のせいだ気のせいだと思うんですが、ペダルが重い、後ろで持ってヒューッ風の音に混じってうめくような声がした。嘘だそんな残念だと思うんですが、ってきてうわーと夢中でこう橋へ入ると、谷を抜ける方がヒューッと、カラ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 、小杖が一斉になりだした、骨なりのような感じがする、うわーと夢中でこいでカラ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 と一緒でうーってこいで橋の半ば差し掛かると、そこでカレーッ風の音に混じってうーっと、この辺りでいいだろうっていう声が後ろでしたんで、うわっと止まった瞬間、自転車がクッと止まった、自分が止めたんじゃない、勝手に自転車が止まっちゃったんで、そのままもんでるってダーッと倒れた、どう倒れた自転車、カゴの中からいただいたそのメロンがゴロン転がったんで、お父さん慌ててガッと押さえた瞬間、ああ悲鳴を上げた。それざわっとした人の髪の毛なんですよね。どうやらそれは人の頭だったらしい。闇の中ゴロ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 転がって、はあ息を吐きながら消えていったっていうんですよね。こんな話聞かせてもらいました。毎年夏が近づくと、私のところへその心霊スポットについてのお問い合わせがよく来るんですよね。で、私考えてみたんですよ。心霊スポットは大体どういうとこなんだろうかと。例えば四十この事故のある山奥にあるトンネルだとかね、自殺者が後を絶たないこの断崖絶壁なのかなと思うんですが、どうやら考えてみるとやはりこれは人のいるとこなんですよね。それも昼間人がごった返してるようなところですよね。それが夜になると一っ子一人ない、シーンと静まり返ってる。要するに昼と夜、日常と非日常なる場所ですよね。もう少し言うと、例えばここには村があったわけだ。何かの都合でもって村人がみんないなくなっちゃった。家も川も畑もそのまんま残して、村はあるんですがね、人はいないという場所で、これもっともっと突き詰めていくと、ここには町があった。昨日までみんなここで生活してた。ところがこれが一瞬にして町がなくなって、そして人はみんな死んでしまった。ありますよね。戦争中の空襲がそうですよね。で、私の話の中にある劇場の話がある。それからあるこの制作するスタジオがあるんですがね、ここでの話もあるんですよ。それからやっぱり公園での話がいくつかあるんですが、これ実はみんな隅田川沿いなんですよね。話をだん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 突き詰めていくと、これがなぜかみんな東京大空襲へ行ってしまうんですよ。東京大空襲、一夜にして下町の人たちが9万9千とも10万ともいう人が亡くなったわけですよね。いや、なんとも恐ろしい話なんですが、1945年の3月の9日に千葉県で、その房総半島のあたり、2機の B-29 爆撃機が昼間こう来たわけですよね。銀翼をギラーンと輝かせた。これは大変だった、大騒ぎになったんですが、これはなぜか向きを変えて戻っていっちゃった。ああもう今日は来ないんだなと、みんな安心しきてた。ところがその夜、3月10日になったばかりですよね、夜中突然この話は軽い気持ちで聞いてください。私の古くからの知人なんですがね、この人その幽霊とか怪談これ苦手なんですよ。まあ早い話が結構な怖がりなんですがね、この人が秋の初め奥さんと二人でもって箱根に旅行に行ったんですね。パンフレット載ってるようなそのお店行って美味しいもの食べたりしながらね、あちこち土産物見て回ったり買い物したりして、で遊覧船乗って芦ノ湖の紅葉を眺めてね、で宿へ帰ってきた。まあ箱根ですから
いい湯があるわけでね、温泉使って、ああ、いいなーってんで、上がってくる。一息ついてると、これは夕食なんですがね、テーブルにシャレーた料理がこう並ぶわけですよね。美味しい料理をいただきながら、夫婦でもってカーッと飲んでる。これはもう最高ですよ。で、まあ、食事が済んだ。どうのこうのとしているうちに、さあ、じゃあもうそろそろ寝ようかというんでね、布団に入った。気持ちよく一日過ごしてますからね、気分よく眠っちゃった。と夜中頃、お父さん、お父さん、お父さん。で、奥さんの声で、ふっと見上げて、見ると、向こうの布団から奥さんがね、こっちをじーっと見て、お父さん、お父さん、言ってるの、なんだ。で、奥さん、お父さん、言いながらね、じりじりっと、こっち、にじり寄ってくる。と思ってるうちに自分の口に入ってきて、お父さんって来た。なんだよ、どうしたんだよ、お前こんな夜中に。ダメだよ、俺無理だよ、飲んじゃってるから、明日にしなさいよって、お父さんって言いながら、寝巻きにぐっとしがみついてきた。これは手がカタ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 震えてるわけだ。と思ってた。お父さん、誰かいるんですよ。怖がりですからね。と思って、まさかそれ、まあ、なんかの見間違いだろうと思ったんですけど、どこにって言うと、あの壁の隅なんですけどね、二通りのあの屏風のとこに誰かいるんですよ。と思いながら見た。いる、確かにいる。それせいぜい自分から2メーターくらい、ちょうど部屋の隅なんですがね、二つ折りの屏風があって、そこに夏服を着た女がポーッと立ってる。これもう一目見た瞬間にこの世のもんじゃないってのが分かった。部屋にはね、あの就寝用の小さいからポツンとついてる。その辺りは明るい。で、周りはもう暗いわけだ。で、顔は確かに見えるんですけれども、はっきりとはしない、明かりの加減でもって。でもどうやらこれ、こっちはじーっと見てるらしい。もう怖くなっちゃった、どうしようもない。ふーっと思ってると、奥さんが、お父さん、お父さん、どうしましょう。奥さんに言われてね、男ですからさ、どうするわけいかないってわけでもいかないんで、どうにか耐えて、この人が言った言葉が面白いんですよ。お前、あの人に帰ってもらいなさいって言ったんですよね。私が20代の頃なんですがね、ちょくちょく行っていた渋谷の居酒屋さんがあるんですよ。まあ値段も安いんですがね、そこはあのお客さんの顔ぶれがね、またちょっと変わってて面白いんですよね。そんな中にその女性週刊誌の記者の方がいましてね、その人私よりはまあだいぶ年上でしたけどね。で、よく会うとある子で話をするんですがね、まあそんな頃なんですがね、当時この方はその女性週刊誌の中の旅のページを扱ってたんですね。当時、今どこどこがとってもお花が綺麗ですよ、こういうお店がありましてね、その店にはこんなおばちゃんがいて、こういうものを作ってくれますよとかね、ここに行くとこんなものが取れますよってのを紹介する、結構これ人気だったんですね。で、たまたまその時に上高地へ行ってみようってことになったんですね。これ当時ブームだったんですよ。まだその首都ブームなんてのは来るはるか前の話ですからね。で、上高地、芥川龍之介の河童で有名な場所ですよね。で、まあ穂高だとかね、槍ヶ岳だといったのは景色もいいわけですが、その周辺にどっかいいとこないだろうかと。で、まあ、地図を持って、これは足で持って探すわけですからね。で、今まで誰も知らないようなところを見つけるわけだ。で、この人は自分の 125cc のオートバイに荷物を軽くちゃっと乗っけて、それでバーッと出かけたわけだ。で、あちこち回って、この道行ってみようかな、ここにあるんじゃないかなと。あ、このお店面白いな、ここにこんな人いないからと。まあ、尋ね探し探し自分で行ったわけだ。もともと嫌いな方じゃないですからね、夢中でやってるうちに気がつけば、ずいぶん日は傾いてる。山のことですからね、日がふっと山の向こうに入ってしまったら、もうあたり暗くなっちゃうね。これ終わっちゃったな、ずいぶん暗くなってきちゃったし、もうそろそろ引き上げようかと思った。ところが地図は持ってるんですが、あちこち回ってるもんですから、あまりはっきりと今自分がどこにいるかこれわからない。町の方角ってのは大体の見当はつくんですがね、結構距離がある。まあどっかで宿を探そうというのは、どこへ自分が行くかわからないんで、
要するに宿を予約してないわけですよね。オートバイに乗ってドーッとバタ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 やってきた。どん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 暗くなって、やだなと思ってるうちに、どうやらそれ古い街道の跡らしいんですがね、全く民家がないんですよ。そのうちふーっと霧が出てきた。あらやだな、霧になっちゃったなと。これがどん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 霧がこう下ってくる。辺りは暗くなってるし、気が出てくるんで気持ちが焦ってくるわけだ。いや、やったなとかないかなと。やがて行くうちに向こうにふっと霧の中なんですが、古い木造の建物が見えたね。あれと思って、あれもしかすると宿じゃないかなと思って、バタ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 行ってみた。木造の建物が建ってる、2軒並んでるんですね。ところが2軒とも戸が閉まってる。どう見てもこれ人が住んでるとは思えないんですが、まあ一応降りて、すいません、ごめんください、すいません、返事がない。あー、やっぱりダメか、しょうがないなと思ってオートバイに乗って走り始めて、ひょっと見ると道の反対側ですよ、向こうに同じような木造の建物なんですが、うっすら明かりが漏れてる。あれ宿屋らしいな。行ってみると宿屋の看板も出てるんで、あ、よかった、助かったと思ってね、すいません、ごめんください、すいません、言うと、はいっていう返事が中からしたんで、あ、よかったな、助かったかなと、ガタッガタガタッと開いて、70半ばを過ぎたくらいのおじいさん、細い体でもって、はい、顔出したんで、あー、すいません、今晩こちらに泊めていただけないでしょうかと言うと、このおじいさんが、あー、そうですか、いや、実はうちは5年前まではね、宿屋やってたんですがね、女房が亡くなって人手がないもんですからね、もう今やってないんですよって言った。あ、そうですか、じゃあこの辺りにどっか泊めていただけるところはないでしょうかねって言うと、いやー、この辺りにはもう民家はないし、これから町へ行くというのもこれもお気の毒だし、そうですか、じゃあまあ、こんな具合で何の表町もできませんけれども、もしよろしかったら泊まるだけでしたらね、どうぞうちお泊まりくださいって言ってくれたの。あ、よろしいですか、助かります言うんで、まあ好意に甘えたわけですよね。で2階の部屋案内された。昔風のこの電球ですよね、それにこうカスがついてる、ちいちゃい豆電球もついてるわけだ。じゃあお世話になります、部屋入って、そのぼやーっとしてあの明かりの中でひょいっと見たの。よく見たら結構作りいいんですよね。おお、これ結構作りはいいんだな、昔はさぞかしだったんだろうなと思いながらね。で小さなテーブルを借りて、そこでもって今日の取材のまとめしてたと、トン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 、一トン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 と階段を上がってくる足音がして、えー、ごめんなさい、スッと襖が開いた。でおじいさんが、この布団使ってくださいって言うんで、布団持ってきてくれて、ふっと置いたんで、ああ、助かります、ありがとうございます。おじいさんまたトン、襖閉めて、トントントン降りていった。普段よく持って歩いているポケットピンがあるんで、今度それを出してね、クッと見ながら、ああ、もう少しやっちゃおうと思って、こうやってと、凝ったなと思って、へっと気がつく、結構いい時間なんだ、ああ、じゃあもう今日は寝ようかと。というんで布団に潜り込んだ。体疲れてますからね、いい気分で寝ちゃったんですね。シーンとして寝てると、なんだか知らないけど、ふわーっと顔にくっついてくるんだよ。また何かふわーっと、なんかこう変なのがってきて、やってるうちに目が開いちゃった。なんだろうなと思って、ちいちゃな豆電球、あたり暗い闇なんではっきりとは見えないと、なんかこだわってるもの、あ、髪の毛だと思った。自分は髪の毛短いんだ、こんなにあるわけないんで、なんだろうって、うわってやった瞬間に隣でもってざわっ、髪の毛に触った、うわっと、闇の中隣に髪の毛があるんだ、肘が肩にぶつかった、うわっ、隣に誰かいる、いや隣じゃないんだ、自分の布団に誰かが一緒に寝てるんだよ、と思って、とうっすら化粧の匂いがしたんで、なんだおい、これどうなってんだろう、怖さも怖いんですが、なんか不思議な気持ちになって、一体何だろうこれと、かすかな薄明かりの中、ふーっと見ると、どうやらバサーッと頭から髪の毛かぶって横を見て、こう女が寝てるらしい。なんだよこの女と、どうにも気味が悪いわけだ、で気味が悪いし
じゃあやっぱ顔を見ようかなと。怖いながらも自分の指先で持って女の子の髪の毛ね、ふっ指を入れてスーッてかき上げた途端にあらっと思った。寝てるとばっかり思ったその女、パッチリ目開いてこっちじーっと見てるんだ。うおーっと思った。と女がスーッと起き上がってくるんだ。あらっと思った。でそのまま立ち上がっちゃったの。こっちは何にも言えないで言うんだ。で襖のとこ行って開けた。で廊下へ出てパタッ襖を閉めて行っちゃった。なんだい、あれなんだ、あれなんであいつは寝てたんだろう、あれ何者なんだろうと思った。トイレ行ったのかな、また来るのかなと思った。なんとなく気味は悪いけどなんか不思議な気持ちで、なんだろう、まあ元は記者ですからね。そうこうするうちにちょっと様子見てやろうと思って自分も起き上がってね、今女が出てったこの襖スーッと開けて出ようと思った瞬間、あらっと思った。目の前押し入れなんだ、廊下なんかじゃないんだ。ええー、と思った瞬間に、おじゃあおい今のあいつこの世のもんじゃないのかと思った瞬間、ゾカーッと来て、もうびっくりしたもんですけど、どうしようと思って向こうに襖から開けた。そっち廊下があるんで、見りゃ階段なんで、そっちダン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 と廊下の先うっすらから読まれてんだ。ああと思って、すいませんごめんなさい、すいません、いや申し訳ない、すいません。中ではーいって声が来た。ずっと開けたらおじいさんがいた。小さな薄らかりの中、布団の中でこう体を起こしておじいさんがじーっと見てる。すいません、あのいや今ですね話をするとおじいさんが、ああそうですか、実はねこの辺りって昔小さな車がありましてね、何軒か女郎屋さんがあった、ここもそうだったんですがね、でまあ廃業したんでそれを私が買って女房とずっと宿をやったんですがね、いやもうこの辺り長いこと客はいませんからね、しばらくぶりにあなたがお越しになったんできっと女王が嬉しくて顔を出したんじゃないですかって言った。で警察にうわーと思った。冗談じゃない、どうも怖いんで、ああすいませんでした。部屋に戻ったんですが寝る気にはならないんでね、そのぼやーっとした明かりをつけたままこうじーっと来てた。これが春先だったんで早くに日が上がるわけですよね、外がうっすら明るくなってきた。はあもう言いたくない、じゃあもうすぐ行っちゃおうって言うんで布団を畳んで荷物をまとめてね、で階段をトン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 とで廊下の先、おはようございます、すいません、おはようございます、返事がない、俺おかしいな、ちょっとちょっとなんか様子が違うんでスッと、あら部屋の中もぬけるから誰もいない、あちこち雲の巣ってるな、床にスーッとこうほこりがねこう溜まってるん、と思ったけど、まあ当時ですからお礼のね2000円を置いて、それで宿を出た。オートバイに乗ってバタバタバタで、まあそこを後にしたわけですよ。まああちこちこう回りながらやがて時刻は10時も過ぎた頃、ところどころお店も開いたんで食事所へ入ったけど、で朝ごはんを食べてそこの年配のおかみに、いや実はねこういうところがあったんですがねって聞くと、いや私ここの生まれなんだけどそれねって言ったら、あでもね確かに昔ねあの車のようなとこありましたよ、まあ遠の昔なくなってますけどね、確かそこを取り壊す時にねなんだか家の下から人の骨が出たとか言って騒ぎになりましたけどねっていうような話を聞いた。これ結構週刊誌に近いんじゃないかなと思って、で早速またオートバイで持って行ってみた。バタ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 、確かこの辺りだろうなと思ってね、行くんですかないんですよ、行ったり帰ったりしたんですけど、とう見つからなかったそうですね。どうやらそれは霧の深い死に現れる幻想か幻覚か何かなのかもしれないですね。大学の学園祭のダンスパーティーの会場に友達に付き合わされてやってきた、まあ、仮に A 君としておきましょうかね。入り口でチケットを買って中に入るとステージはもうちょうど生の演奏の最中で、薄暗いフロアでは何組かのカップルがスローな曲に合わせて頬を寄せ合ってね抱き合うようにしてこう踊ってるわけだ。パートナーのいない連中というのは暗幕が張られたその壁際で
あちこちこう自分の相手をこう物色してるわけ。と友達がめぼしいことも言ったのかスーッと言っちゃったの。一人残った愛君が、じゃあ自分も誰かと踊ろうかなと思ってこう辺りを見たんですがね、とその時ふっ視点を感じた。誰かに見られてる、誰かが自分を見てる。ん、周り見たんですがね、そんな人いない。でも確かに何か見られてる。なんだろう、どうだろうとスーッと視点を持ってたと、その視点がふっと止まった。それは壁にかかったその暗幕の下、そこに銀色の靴が見えて、白い細い形のいい足首が見える。はあ、はあ、そうか、熱くなったカップルが暗幕の裏でもって抱き合ってキスでもしてんだろうと思ったんですが、男の靴がない。え、女何してんだろうな。ああ、そうか、あの暗幕の裏でもってきっとこのフロアにいる誰かをその様子を覗いて見てるんだろうなと思った。で、じゃあ待てよ、今自分が感じたあの視線、自分が見られていると思ったあれはもしかするとあの女かなと思った。なんだか興味が湧いた。その彼女の顔が見たくなったんで行ってみようと思ってね、天間君とか行ってみた。多分向こうからこっちは見えてんだろうなと思いながら、君そんなところで何やってんのって言うと、天間君の裏で笑い声がした。それで彼女の顔の位置が分かった。あ、こいつは脈があるなと思ったんで、ねえこっち来てさ一緒に踊んないって言うと、また笑った。これどうやらうまくいきそうだ、ああ君の顔が見たいなって言うと、後でね。初めて彼女は口を聞いた。それが暗幕を通してことさらにハスキーでこう魅力的に感じたの。何、今はダメなの、なんかまずいことでもあるわけって言うと、多分私を見たらあなた普通じゃいられないわよって言った。自分でもって普通じゃいられないって言うんだから、これさぞかしなもんなんだろうなと思った。で、おお、じゃあさ今は見ないけどさこれならいいかなって言うんで、 A 君がふざけ半分に暗幕でないからね、両手で持って彼女の顔をふーっと包んだ。ペチャッ潰れた。うわっ、なんだこれ。え、あまりのことに呆然としてると、おいお前そのとこ何してんだよと友達が来たの。いや今さ彼女と話してなって言うと、女なんか見なかったぜとか、いやいやいや、この暗幕の上にいてさ銀色の靴履いてチュッチュッと見て靴がない。おかしいな。暗幕をふっと掴んでふっとめくってみたんですがね、そこには壁があるだけでもって誰もいないんだよ。いやいや俺今ね実はこうだったんだって話をすると聞いてた友達の方がふっと顔色が変わって、お前それやばいぞ、いや何年か前のなこのダンスパーティーのこの会場でもってな、なんかカップルが知り合ってさ、これ意気投合してな二人でもってガン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 なんだ仲間と飲んだらしいんだ。そのうち一気飲みになってな二人ヘベレケ酔っ払ったんだよ。でそのうち男の方がな自分の車でもって彼女を送っていくって言い出したんだよ。みんな止めたんだけどさどうにも聞き耳なんか持たないんだ。で彼女を乗っけてこの男が車をファーッと走らせた。車は猛スピードで走っていったんだ。そして立体交差の道路橋のコンクリートの壁にな車が激突したんだよ。車は原形を飛べないほどにぐっちょり潰れてな、二人は即死だったそうだよ。その潰れた車の中から銀色の靴を履いた彼女の足だけが出てたそうだけどな、彼女の体で原形をとどめていたのは膝から下の足だけだったんだってさ。ちょっと、え、それで足しか見せないのか。ああらしいよ。お前それ誰から聞いたんだよ。今一緒に踊ってた彼女がさ教えてくれたんだよ。この大学の七不思議の一つだってさ。でな
彼女はパートナーを探しに毎年このダンスパーティーの会場へ来るんだってさ。え、気をつけろよ、今年はお前がパートナーかもしれないぞって言うと、 A 君が思ってるほど友達の方はさほどに深刻には思っていないらしいんだよ。でもさすがに A 君参った。うわ、なんだ気持ち悪くなってきた。今でもどっかからじーっとその彼女が自分の方を見ているようなそんな気がする。おい、俺なちょっと具合悪いからさ、先帰るわって言ってダンスパーティーの会場を後にした。外へ出るともう辺りは夜の闇に包まれてる。自分の車が駐車場に置いてあるんでそっちへ行ってみた。ドアを上げて車に乗り込んだ。見上げれば星もなく今にも降り出してきそうな陰気な曇り空。ドン、ドア閉めてひょっとエンジンをかけた。で、車が駐車場を出ていく。闇の中ヘッドライトが前方照らしてる。なんだか体が重い。妙にゾクゾクする。背筋の辺りがヒヤーッとして全身から冷たい熱がふーっと吹き出してくる。ふーっと運転しながら、嫌なことに関わっちゃったな、やっぱり行くんじゃなかったなと思いながら、運転した。やがてヘッドライトの照らす前方にうっすらと立体交差の道路橋のコンクリートがこう見えてきた。壁がぐーっと近づいてくる。気がつけば結構スピードが出るんだ。あれ、ずいぶんスピードが出てるんだ。じゃこれ少し遅くしようと思ってシフトレバーにふっと手をやった。その時に視線の下何かちょっと動くのを感じたんで、ひょいっと目をやった途端に、一瞬行きやと思った。いる、女がいる、女が乗ってる、いつまでか乗ってる。助手席の床に銀色の靴を履いた白い女の足首が見えた。うわー、体が凍りついてる。車はブーッと走ってる。道路橋のコンクリートの壁がぐーっと近づいてきた。聞き覚えのある笑い声が隣で聞こえる。うわーと、なおもコンクリートの壁がぐーっと近づいてくると、そんなに私が見たい？見たら多分あなた普通じゃいられないわよ。女のささやくような声がした。思わず A 君がふっ横見た途端に、あーって悲鳴を上げた。なんとそこにはぐちゃぐちゃに潰れた肉の塊が座席に張り付いていて、口と思われる部分だけがパコッパコッと動いてる。あー、悲鳴上げる。目の前にコンクリートの壁がぐーっと近づいた。車はコントロールしたってガーッと激突した。どのくらいの時間が経ったのか。おい、今年もまた学生だよっていう声でふっと目が覚めた。気がつくと自分は担架で運ばれてる。どうやら今年は自分がパートナーだったらしい。50代の男性で、小田さんというイラストレーターの方なんですがね、この話はね、なんかこうちょっと不思議なようなね、懐かしいようなそんな話なんですよね。で、この方のふるさとというのは山陰地方の日本海に面した古い町なんですがね、これはその小田君が中学2年生の夏休みの時の出来事なんですがね。で、当時その中学校ではね、夏になると課外授業というのがあったそうで、これは美術部が中心になって2泊3日の、旅行に行くんです。これはもう全校が誰でも参加できるんですよ。で、当時小田君は美術部に所属してますから、自分もこれに参加したわけなんですね。で、その年は自分たちの町から列車に揺られて1時間半くらいで、そこからバスで行ったところの
高原の民宿だったそうですかね。宿へ着くとそのオーナーの女性主人という人がね、スタッフと一緒にこう出迎えてくると。この民宿というのは当時としては珍しいモダンな洋風の作りだったそうですよ。でまあそれに、まあ、みんな生徒はね目を引かれたわけで、へえと驚いた。と同時に生徒たちの注目を集めたのがこの女主人だった。それというのはね、赤い髪の毛で色が白くて彫りの深い顔をしてる。で背が高い。まあ、当時小田君は中学の2年生ですから身長155、6センチってところ。それとはるかにずっと背が高い。年は40を過ぎたぐらいなんですが、まあ自分の多分お母さんとそう変わらないでしょうね。とても綺麗な人でね、どうやらそのヨーロッパの血が入ってるらしいんですね。もう女性とはすぐにこの人のファンになっちゃった。でついたりと。でお菓子を作るのを教わったりなんかしてるわけだ。小田君は違う意味でもって大変に興味を持ったんですね。というのは玄関のロビーだとか廊下だとか食堂だとか階段のところ、あちこちにこう油絵が飾られてるんですが、これが実に見事なんですよ。でそれを描いたのがこの女主人だったんですよね。どうやらこの人絵をやってたらしいんですね。それでこの美術の先生と付き合いがあったんでここへ来たのかなと勝手にまあ推測したわけですよね。ですっかりそれ触発されちゃった。まあ、そんな絵の中に古い西洋館を描いたのがあって、それがまたなんだかこう非常に惹かれるものがあった。だいたい絵はその民宿の周り、そのこう景色が描いてあるんですがね、あこんなとこあんのかなと思ってた。それで翌日もうすっかりその刺激を受けてますからね、小田君スケッチブックを出して写生を始めたわけだ。そんなところへ親友の平田君がやってきて、おいおい、あのな、面白い話聞いたんだよ。こっから少し行ったとこにな、誰も住んでいない大きな西洋館があるんだってさ。そこね、誰も人がいないのに時々建物の中から物音がしたり人の声がするって言うんだよ。で窓にその人の影が映ったりするんだってさって言ったんで、え本当かおい、お前なんでそんなこと知ってんだよって言うと、おう有沢典子に聞いたんだよ。えその有沢典子というのは自分たちと同級生でやっぱりこの美術部に所属している女の子なんですよ。じゃあ聞いてみようかで聞いてみたと彼女が教えてくれた。何でもその西洋館っていうのはその昔ロシア人の画家の一家が暮らしてたそう でそこには金髪の双子の可愛い女の子がいたそうですよ。で地元の人は偉人屋敷と呼んでいたっていうんですよね。ところがまあ戦争が始まるちょっと前にみんないなくなっちゃった。で戦争中はなぜかここを日本軍が使ってたってんですね。何に使ったか分かんない。で村の人はこう興味があるもんだから寄ってきてこう見たりすると兵隊さんに捕まってね、連れて行かれて厳しく尋問されるんで怖いからみんなそこへ来なかったって言うんですね。そして戦争が終わったらみんな引き上げちゃった。主のいないまんまずっとその屋敷、現在も空き家のまんまでも放置されてるって言うんですよ。へえ面白いなと。お前それ誰から聞いたのって言ったらば、うんここのおばさんに聞いた。ここのおばさんっていうのは要するに女主人ですよね。へえ行ってみようかって話になった。じゃあ夕ご飯の前自由時間があるからみんなのこと行こうやっていう話になったんですね。さて3人がそこを抜け出してやってきたわけだ。夏ですからまだ随分明るいんですよね。梨畑を抜けて道木林を抜ける。うるさいほどのセミシグレの中をザーッとやってくるとうっそうとしたこう森があると。その森の中に尖った大きな屋根が見えてきたんで、あああれだなと思った。なお近づいていくと暮れなどの夏の陽光に照らされてうっすら建物がこう生まれて反射して光ったように見えた。その雰囲気はまた何とも言えない不思議な雰囲気を醸し出してる。へえああこれあの油にあったあの建物なんだなと思った。近づいていくと建物の周りにはね音の背丈よりも少し高いくらいのレンガの塀がずっと張り巡られている。でそのレンガの塀の上に鉄条網が張られていてね、もう赤さびてるわけだ。入り口の両開きのこの門扉は大きな鉄の門なんですが、
もうすっかり赤錆びていて、で一方の方がね、そのレンガの門中にこうもたれかかってる。そこから中をひょいっと覗くと、岩一面夏草にこう覆われてる。でその向こうに建物こう立ってるわけだ。2階建てでもって深い屋根がある大きな建物で、ああこれかと思った。で平田君が、おい入ろうかって入ってった。で小田君が続いた。で有沢さんが続いた。平田君がどん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 玄関に向かっていく。その時ふっと小田君なんか妙な視線を感じたんで、はい、顔を上げたと、2階の窓があってガラスが張ってあって、その向こうカーテンがゆらっと揺れてる。誰かがあそこから見てたのかな、そんな気がした。平田君が、あダメだこう閉まって入れないわって言って、3人裏へこう回ってった。勝手口らしい扉があったんで、それ開こうと思ったんですけど、開かんないの。その向こうにまた小さな扉がある。それクッと掴んで引っ張るとずっと動いた。開くなと、ずっと開いた。ここから入れるよって、行ってみようか。で平田君が入る、小田君が入る、有沢さんがこついたわけだ。そこは狭い部屋でね、どうやらこの屋敷の中というのは土足のままこう入り込めるらしいの。これ土足でいいんだなと思って、部屋を抜けるとどうやらそこ台所らしいんですよね。それを抜けると長い廊下がある。はあと思った。シーンとしてる空気がなんだかこうよどんでるんですよね。多分自分たちがこうして入ってくるまでの間、長い年月ここにある空気はきっとこのままずっとここにあったんじゃないかな、そんな感じがする。遠くでセミシグナルが聞こえてくる。窓はいくつかあるんですがね、カーテンがかかっているところもあれば、板が打ち付けてあるところもあるし、そのまんまガラスの窓っていうのもある。そのあたりからうっすら日が差し込んでるわけだ。3人が歩いていくと、前を歩いてたこの白田君がピタッと止まってね、2人を制して黙ってこう上を振って指さしたんで、2人がふっと海と、音がしてる。カッ、イー、カタッ、カタッ、イー、カタッ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 、イー、カタッ、止まった。これなんだあれ、何だったろう、誰か歩いてんのかな。いやそんなはずはないだろう、いや後で見に行こうかっていう話になった。でその時小田君がふっ気になったところがあった。というのはこの廊下の一方なんですか、その奥にこの閉まってるドアなんですけども、他のドアとどうも様子が違う。でもそれ縦長のね覗き窓がついていて、このノブがね、要するに大きなまるで金庫かないかの取っ手のようなものがついてるんで、あれなんだろうなと思った。あれ行ってみようかってんで行ってみた。ノブ掴んだ、その取っ手のとこをぐーっと掴んでカッといっカッといっ開いた。分厚い扉なの。と思って開いた。また扉になってるわけだ。なんでのこれ。ギーッと開けた。入ってみるとそこは12、3畳ぐらいのガラーンとしたね、殺風景な部屋。壁の高い位置にたった一つしかない、この曇りガラスの窓。そこからうっすら日が差し込んでる。ぼやーっと暗いんですね。壁は多分白かったんだろうと思うんですがね、だいぶこう汚れててあんまりはっきりしない。パイプがこう随分出てる。床は白いタイルが張られてるんですがね、もう一面ほこりでもってふわーっと覆われてる。部屋の中央に白い洋風のバスタブがポーンと置いたの。あれこれって風呂場かなと行ってみた。バスタブの中ひょっと覗いてみると、これもふわーっとそこにほこりがこう溜まってるわけだ。なんとなく小田君が指先で持ってその方でスーッとどかしてみた。とその下からドス黒い液体の乾いたようなシミが現れたんだ。えなんだこれ。でまた指先で持ってスーッとどかしてみた。やはりドス黒い液体が乾いたような妙なシミが出てきたんだ。えこれどうやらこのバスタブの底一面にこのシミができてるらしい。なんか妙に気持ち悪い。それが開いたまんまの排水口からこう流れてたような跡があるんで、バスタブの下、その排水口の下あたりのね床を小田君が足の先でふっとほくろをどかしてみた。とそこにもどす黒いシミがね体内にベタッと張り付いてる。なんだろうこれ。その時ふっと
これって血だまりかなと思った。とんたりになるんだ、ゾクッと気持ち悪かった。うわやだ、これだと痛くないなと。おい、じゃあもう行こうやって立ち上がったら二人がいない。あら、自分はてっきり二人も一緒だと思ったんですがね、自分しかいないんだ。あら、嫌だな、俺しかいないなと思った瞬間、わーんとオルガンの音が聞こえたら、うわーっと思った。もう二人二回行ってるんですね。あ、アリサだと。アリサがオルガン見つけて弾いてるんだなと思って、とってひょっと視線を上に向けた。その上に向けた視線、そのまんま釘付けになった。体が凍りついちゃった。うっ、なんとそこには大きな長い針がある。その針にふっとフックが乗ってあってね、そのフックに赤たびた鎖がクッと巻きついてる。その鎖には何かで見たような、どっかで知ってたようなこの革の輪っかが二つくっついてる。それどうやらと手枷らしいんですよね。確かそんなもんだよなと思ったら、ゾクッとした。それはちょうどこのバスタブの真上なんですよね。え、なんだこれ。ということはここでもしかすると何か生き物を解体したのかなと思った。その解体したのってと思った瞬間に、ゾクッと体中を旋律が走った。ズーッと抜けた。うわーやだ、どうしようと怖くなって、そのまま部屋飛び出してた。飛び出して二人が通ってった。で2階へタン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 と上がってった。2階へ上がると血が少し傾いたんでしょうかね、木の陰になったんで建物の中もうっすら暗くなってきた。通路を行くと向こうに扉が開いてるんだ。覗いてみた。ガラーンとした部屋、向こうにまた扉がある。でそれが開いてる。どうやらそこは部屋と部屋を部屋の中でもってこうつなぐ、そういう扉らしいんですね。でその向こうの部屋にアリサは何か背中を向けて立ってる。おいアリサ、声をかけたんですが耳気もしない。俺気がつかねえなと思って入ってって、アリサ声をかけたんですがピクリとも動かない。あいつなんか夢中になってんな、だったらゆっくり入ってってあいつ後ろからバッと脅かしてやろうと思ってね、ゆっくり入ってった。だんだんと近づいてきた。薄暗い闇の中、こっちは背中向けてじーっと立ってる。だん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 距離が近づいた。終わって言おうかなと思って、違う、アリサのり子じゃない。背も低いし服装が違う。暗い中だったんでさっきはよく分からなかったんですが、近づいてみるとどうやらこれ髪の色が金髪なんですよね。なんでなんでこんなとこに外人の女の子がいるんだろうと思った。ドキッとした。誰もいないはずのこの西洋館、こんな中にたった一人いるなんておかしい。うわーと、どうしよう、逃げようかなと思ったんですが、なんだかね背中を向けるのが怖いんで、うわーやだな、どうしよう、うわーと。で向こうひくりとも動かない。なんだこいつ、何なんだろうな、どうしよう。でも一向に動かない。そのうちにおかしいな、これなんか違うなと。え、これ人形か、これ人形だよ、そうだデパートなんかにあるようなあの人形だよ。そうだよ、うわ、あーびっくりした。それにしてもよくできてんの。暗い中で見ると全く人間と変わらないなと、な脅かすなよと思って寄ってって、後ろからその少女人形の肩をポーンと手を挙げた。ポンと手を乗っけたその瞬間、人間の頭がぐるんとこっちを見たら、ね、うわーって見上げた。その人形の顔はシワだらけの老婆の顔だったそうです。叫び声を聞いて二人がパーッと立ち上がってきた。でこの二人が見たものは、薄暗いところに立って悲鳴を上げているその小田君と、頭だけは逆を向いている少女の姿だった。で有沢さんがギヤー悲鳴を上げた。これがまるで相手のように三人がうわーっと逃げ出した。一階を降りて台所を突っ切った。で外へ飛び出して庭を出て外走って、うわかった、うわ走ってると、この有沢さんがいけない、落としてきちゃったと。何を言った、ペンダント、ペンダント落ちた、じゃあいいよ後で取り来よって言ったんですがね、まずそれはありえない、
かわいそうだけれど諦めてもらうしかない、まあ、そうこうやって3人が宿へ帰ってくるとみんながバタバタ騒いで、何をしてるのかなと思ったらば、どうやらキャンプファイヤーの支度でもしているらしい。そうこうするうちに夕食になった。ところがこの有沢典子だけは具合が悪いと言って食堂には降りてこなかった。食事が済んで小田君がはーっとくつろいでると、そこへ平田君が来て、おいおかしいぞ、おいいくら探してもな、有沢典子の姿がないんだよ。えー、いやもしかしたらペンダント探しにあの西洋館行ったのかな。いやそれはありえないだろうと思うんですが、やっぱ気になるもんですから、じゃあ行ってみようかって話になった。で今度は懐中電灯を持ってブーン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 、字が揺らいで空気が震えてね、凄まじい音がして、その B29 の爆音が届いてきた。と同時にドカーン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 、爆弾が投下されていく。俺は驚いた。何事かと思った。ぐらぐらとこう家が揺れるわけで、みんなふわっと飛び出た。と、もう空ばっかり燃えてるわけだ。そこへ数えきれないほどの B29 がふわーっとドーンドーン、爆弾を投下してるわけですよね。これは恐ろしい。それがどん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 迫ってくる。もう考えてる余地はないわけだ。みんな慌てて逃げ惑うわけですよね。この時の飛行機の数というのが B29 が325機という話もあれば、330機という話もある、340機という話もあるってね。テニアン島、ガム島を飛び立って日本へ来たわけですよ。夜を狙って、空は真っ赤だったそうですよ。もう物が見えたそうですからね。そこをみんながうわーって逃げた。でこの時の爆弾なんですが、これはなんと B29 1機あたり6トンの爆弾を積んでいたってんですね。それぞれ分けて4種類の爆弾、絨毯爆撃ですから片っ端から爆弾をバラ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 落としてうわーというわけですよ。初めのその編隊は円形にこう爆弾を落としていくわけだ。丸く落としてるわけですから、ふわーっと飛べた瞬間に逃げ場を失うわけですよね。炎に完全に包まれてるわけだ。で高温で燃えてるもんですからね、空気がなくなっちゃう。で窒息するわけだ。次の飛行機がうわーっと大編隊で来るわけだ。そしてこの爆弾というのはヒューッと落ちてきて地上近くでドーンといくつに分かれる。これが油の塊なんですね。ナパーム弾、あっちこっちをペターンと垂れつくわけだ。家だろうが人だろうが火に油を注ぐわけですからね、ひとたまりもない。こういった具合に4つの爆弾、これは全て日本人を殺すために開発された爆弾だそうですがね。なんでそんな爆弾を作ったんだって言ったらば、日本人は決して降参をしないからって話なんですがね。この時の模様なんですが、逃げ場を求めてみんなが隅田川へ行ったわけで飛び込んでいった。なんとあの広い隅田川、人でいっぱいだったって言うんですよね。橋の上も堤防もうわーって人がごった返してる。あとから橋から飛び降りた、堤防から飛び降りた人、水の中へ体が入んなかったって言うんですよね。あんまり人がいっぱいなもんだから、中へ水の中へ体が入んなかった。それほどの人がビューッていっぱいいたわけですよね。確かにあそこ、私もたまたま時間があったりするとこ行ってみるんですけどね、その時ふっと見ると古橋あの鉄骨で組んでありますからね、あそこ降りようと思えば降りれるんですよ、ええ、あそこでたくさんの方が亡くなったわけだ。3月の10日ですからね、水は相当冷たいわけなんですが、その日は人のその体温と燃えているもののその熱ですよね、これで隅田川が生ぬるかったって言うんですよね。風速が30メートルと強風が吹いてた。ほらひとたまりもない。うわーっと炎が広がっていったわけだ。そして隅田川にいた人たち、この川もですね、その熱風がふわーっと舐めていったって言うんですから、これひとたまりもないですね。その時に子供でいて助かったって人のその記録が残ってるんですがね、周囲から火がふわーっと来るわけだ。でみんなだん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 真ん中集まってくる。泣き叫ぶ声、悲鳴、怒声、自分の子供を呼んでいる母親の声、そういったものがうわー今空は真っ赤に燃えてるわけだ。大きな火の粉が落ちてくる。で熱風が来るわけで、みんな熱いもんですからね、頭から布団をかぶったんですね。ふわーっと
まさに地獄絵図ですよね。で、真ん中へこうずっと押されてくるもんだ、体動かない、身動きとできない、手を上げたら押せないって言うんですから、うおーと熱いと、そのうちになんだか妙にすごく熱くなってきて、後ろでもって凄まじい声が上がった。何かが起きてる、何かが起きてるんだけどわからない、体動かない、でもどうにかして体を動かして、ふっと後ろを振り向いたと、自分からせいぜい 5,6 メーターのところ、横にずらっと10人ぐらいの人ね、これが生きたまま燃えてたって言うんですよね。その中には女性が一人いて、熱風で髪がファーッと煽られてね、その髪が燃えてたそうですよ。この女性は顔が真っ青でね、目を見たまんま口だけがパクパクって動いてたって言うんですよね。家が燃える匂い、いろいろなものが燃える匂い、つり混じって人の燃える匂いがしたって言うんですよね。ものすごい匂いだそうですよ。口の中には煙が入って声が出せない、息苦しくなってきてる。目にも煙が入るもんですからね、目が明からない、で涙がボロボロ出てくるわけだ。そんな苦しい中みんな逃げ惑ったわけですよね。そういう状況があった。で当時下町ではプールがあってね、でこのプールには水が張ってあって防火用水に使われたそうですがね、ここへもみんなうわーっと逃げ込んだわけだ。でここでやはり当時子供で助かった方の記録があるんですがね、この人は男の人で、どん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 後から人が来るわけだ。でどんどん押されてくる、深みに来たくないなと思って頑張るんだけど、どん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 押されて深みの方へ行くわけだ。ところが気がついたら自分は体が沈んでないって言うんですよ。おかしいな、沈んでない、何かの上に乗ってる、足の下妙にぐちゃっとした。で次の瞬間手が自分の足を掴んだ。それで気がついた、自分は死体の上に乗ってたんですね。どん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 押されてプールの底へ行って死んだ人、その人に乗ったわけですよね。この人の場合はこのプールにお父さんと妹さんと3人で飛び込んだそうですがね、助かったのは自分だけ。もしかすると自分が踏んでいたのは父親だったのかもしれないし、他の人が助かったけれどもそれは自分の妹を踏んでいたのかもしれない、まあ、そんな話があるんですよね。さあそして2時間半にわたって B29 が燃えるもの全て焼き尽くして去っていったわけだ。炎がうわーっと渦巻いてる、凄まじい匂いがファーッと漂ってる、何も見えない、叫ぶ声ばかりで、時間が過ぎた。やがて朝になって日がファーッと出た。となるとそこにはもう何もない、遠くまで見えたそうですよ。昨日あった町がもうないんですよね。そこで生活していた人たちがもういないんですよ。自分と一緒に逃げ惑った人たちはもう子供って死体になって山になってる、焦げた死体が数え切れないほどずーっと山になって続いたってんですからね。物の焼ける匂いと人の体が焦げる匂い、これがふーんと鼻をつくわけだ。やがて身内の人たちが自分のその身内がどこにいるんだろう、どうなってるんだろう、心配ですから様子を見に来るわけだ。で死体の中からああこれはって探すわけですよね。でもこれで見つかったのはほんの一部ですよね。損傷がひどすぎて分からなかったそうですがね。でまあしばらくの間はそうやって皆さん身内の方が来るんで並べてはあったんですけど、そのうち隅田川沿いのこの公園にね仮埋葬されたそうですよ。まあこれは掘ってまた後にね他へ移しましたがね、まあ、そんなことがあったんですね。そしてその年日本は敗戦を迎えるわけなんですがね。でいよいよこの日本の町の復興が始まったわけだ。あっちからこっちからたくさんの人がやってきた。そして瓦礫を撤去する、壊れた道路を直す、まあ、作業が始まったわけですよ。これはそんな時の話なんですが、5人の若者が作業してるわけだ。夏の最中やたらと太陽が熱い、じりじりじりと体を焦がすわけだ。熱い太陽の下でもってザーッ一日仕事してる。日が沈んだんですが一向に涼しくならない。時折吹く風というのはなんだか生暖かくて気持ちが悪い、じとーっとしてると、一人が「おい暑いな、水浴びでもしてな」と、もう一人が「おい水浴びでもしてな」って言った。隅田川もある、水路もあるんですがどうも入る気はならないと、
一人の男が、おい、俺この間な、夜中に、あの立ち入り禁止のな、管理地のところ、通りかかったら、向こうに板部で囲まれた、防火用水って書いたとこあるだろ。あんなからな、人の声がするんだよ。あれ、水浴びしてんじゃねえかな、って言った。へえ、いいな、行ってみようか。行ってみるか。って言うんで、5人が出かけてった。立ち入り禁止となってますがね、別に特別のもんがあるわけじゃないですから、中に入れるわけだ。で、5人がそのままとっと行くと、月が雲に見隠れしてる。と、板部に囲まれて、防火用水行ったわけだ。一人が仲間の肩に乗って、肩車のような格好で持ってね、うっと手を伸ばして、その板部の上をふっと掴んだ。ヘリを掴んで、上がってひょいって中を見て、おい、これ防火室じゃねえぞ、プールだぞ、みんな水も張ったの、海の上でってとみんな入ってきた。服脱いでザラーって飲んだ。うえーってみんな遊んで、いい気分だよ、君がワイワイ騒いだ。ひとしきり騒いだ。その後に、おい、なんかやろうか、おい、どうだ、かくれんぼしねえかって話になった。おお、面白いなって言うんで、負けた一人が鬼になった。プールの中立ってるわけだ。で、これはね、もう夜のことですから、水へ潜ったらわからない。で、鬼が4人を見つけたら鬼の勝ち。でも4人見つけないうちに、体にポンと触られたらもう一回やり直しという、そういう遊びなんですね。4人がファーッと水の中隠れた。じーっとしてる。と、そのうちに、プシュッ、スレッ、一人が顔を出した。見つけたって言った。おい、誰だおい、後ろから俺に抱きついたの、お前危なく溺れんとこだったぞって怒ってる。もう少しすると向こうで持ってチャバッフッカ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 ッフッ、おい、このプールなんかおかしくないかって言った。これで鬼を入れて3人だ。あと残りは2人で、自分はこう隠れてるわけだ。鬼の隙を見ちゃ息継ぎが死んでまたフッと潜ってる。なんか気配感じた。特に暗い水の中なんかふーっと近づいてきたんで、あーっと思って、その頭クッと掴んだ。でも何にもしない。黙ってる。よーし。鬼のところ行ってポーンと体触ってやろうと思って、ゆっくりゆっくり近づいてると。と、向こうで、プシャ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 、水の中でもがいてる音がして、プシャ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 やってるうちに、ふえっふえっ、あっ、一役を出した。見つけた。おいおい、みんなおい、この水の中上がれ、おい、ここまずいぞ。プールの底にな、たくさんの人間がいて、みんなもがいてんだよ。それがさ、生きてる人間じゃねえんだ、叫んだ。これで4人、残りは1人だ。うん、待てよ、あと自分と。じゃあ今自分が掴んでる、この頭一体こいつなんだと思った。グッと引っ張った。ずーっと出てきた。暗い水の中、それはブヨブヨに膨れ上がった死人の頭だったんだ。うわーっと思った瞬間にギュッと力が入って掴んじゃった。ズブッ、指が潜ったんで、うわっ、引き抜こうと思った瞬間、ズーンと皮膚が全部向けたんで、あー、うわーっと思って水から上がろうと思った瞬間、ズーッと潜る。うわーっとずーっと潜る。助けて、うわーっとずーっと潜る。何かが自分に絡みついて、なんだろうと見たらば、なんと自分の体をたくさんの手がガーッとしがみついてたんですよね。溺れかけてるところを仲間に助けられた。で、みんなうわーって慌てて逃げたわけだ。しが過ぎて、仲間のうちの二人の男がね、この板部屋の向こうを覗きに来てみた。確かにプールはあるんですが、水は入ってなかったそうですよ。そして排水口が開いたままになっていて、そこにはたくさんの髪の毛が詰まっていたそうです、まあ、こんなことがあったんですね。隅田川には有名なね、古来から桜の名所の隅田公園ってありますよね。よく桜の根元には死体があるって言いますがね、いや本当に死体はあったんですね。そして7月に有名な隅田川の花火大会、たくさんの方が出てくるね、え、みんな人が集まってくる。ドーン、ドーン、ドーン、ふーっとドーン、夜空に大輪の花を咲かせるわけだ。で、その花火に照らされて何万っていう群衆がわーっと歓声を上げてる。私はね、
あの夜空に輝く花火、あれが何だか知らないけども空を真っ赤に染めて B-20 がブーッと爆発して、ドーンドーン爆弾を落とした、その状況とその炎に照らされてわーっと逃げまとっている下町の人たちのその姿が何だかこう妙にダブるんですよね。そんなことを感じたりしました。青森で美容院を開業している、まあ、ベテランの美容師さんで、仮に水野さんとしておきましょうかね。それはもう二昔ほど前の年明け早々のことなんですがね、まあ、当時この辺りでは美容院というと水野さんのとこ一軒だけですからね、それはもう年末年始大忙しというのも、この土地の人というのはね、まあ、高校卒業すると若い人はほとんど大学の進学だ、まあ、就職だということで都会へ出てしまうんですね。でそういう人が正月で一気に帰ってくるとなると、それに合わせて、まあ、成人式も早めにやろうで、それに付随して同窓会だクラス会だ何会だってあるわけですよね。ですから若い娘さん方は髪をカットする、パーマをかける、着物の着付けをするっていうんで一斉にここへ来るわけですよね。ですからもう大忙し、年末からこの年始にかけてアシスタントの柏田さんという女性と二人、休む暇がないわけだ。その日も朝早くからずっとぶっ通しで食事をする暇もない。で最後のお客さんを送り出してひょっと時計を見ると、もうすでに8時はとっくに回って、もうそろそろ9時になろうかというあたり、疲れたなと、じゃあもう今日はこれでもって店じまいにしましょうかと、はいはいお疲れ様って言うんで片付けを始めた。でこのアシスタントの柏田さんという女性が入り口のドアにかかっている営業中の札と、それから店の看板のこの明かりを消そうというんで入り口寄ってきたの。外を見て、あれ先生、まだ外にどなたか立ってるんですけれども、お客様でしょうかねって言ったんで、この水野さんがガラス窓にかかっているカーテンのレース越しにひょいっと外を見るとね、店の明かりがちょうど降り積もった雪に反射してる。その反射した明かりに照らされて、若い女の人と思われるんですがね、パジャマ姿にガンを引っ掛けてこっちの辺りまでこう見えた。あのそうだけども疲れてるしさ、物片付けちゃったから悪いんだけど今日はもう終わったって言ってくれるって言うと、はーいって言うんで、この会社さんという人がドアをふって開けて、あのお客様ですか、すいません今日もう終わったんですよって言うと、その女性がふっと向こうを見て、そのまた回って帰っていった。誰だったって聞くと、さあ暗くてよくわからないんですけどね、この寒い中ずっと立って待っていたみたいですよって言ったんで、あら気の毒しちゃったわね、楽しんだった。でまあ掃除をした、で片付けも済んだんで、はいじゃあどうもどうもね、はいお疲れでしたご苦労様で、この柏田さんが、はいじゃあすいません失礼しますおやすみなさいって言って帰ってった。またちらちら降り始めた雪の中、このアシスタントの柏田さんが帰ってった。で一人この水野さんが残ったわけだ。本来なら今日は旦那さんと一緒にね実家の方へ行くはずだったんですが、自分にはこう仕事があるもんですからね、そういうわけにいかない。で今日は家に一人、店の明かりを消して座敷の方へ行ったわけだ。でお風呂で汗を流して簡単に夜食をとって、さあもう寝よう、ああ今日は疲れたって言うんで布団に潜り込んだわけだ。疲れているもんですからすぐに寝込んじゃった。いい気分で寝てたんですね。どうそれはどうしたわけか、ふっと目が覚めちゃった。出なくちゃいけないと思って目をつぶるんですが、なんだか眠れない。これもしょうがない、なんだか喉も渇いてきたし、じゃあ起きて台所行って冷たいもんでも飲もうかなと思いながら、ふっと起き上がって襖をつっと開けて廊下へ出た。店の暖房は切ってありますから、なんだかヒヤーンとしてる。で行こうと思ったその時、カタ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 物音がする。あら店の方から何か音がしてるんで、何だろう、カタ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 確かに音がしてる、嫌だ泥棒かしらと思った。
年末から年始にかけてずっと仕事をし続けてる。その売上金が手提げ金庫に入って自分の部屋にあるわけだ。今日は旦那さんもいないし、弱っちゃったな、怖いな、警察に電話をしようかなと思ったんですがね、これ何かの間違いだとやはりね申し訳ないし、やっぱ格好も悪いんで、でちょっと見てみようかしらというんで足音を忍ばせて廊下を降りてった。で店をふっ覗いてみた。店の明かりは消えてるんですけれども、ガラス窓のそのレースのカーテンを通して降り積もった雪、その雪明かりがスーッとうっすら差し込んでかすかに中が見える。カツカツカツ音がしてる。ふっと見てた。壁に大きな鏡が3つあるわけだ。椅子も3つある。まあお客さんがそこでもって髪をカットだとかね、パーマだとかする、まあ、化粧前なんですがね、あれなんて、薄暗い中なんですが、その一つ椅子に座って鏡に向かって女が一人髪を溶かしてる。あら真夜中、鍵がかかっているお店、それも明かりもつけずに女が髪を溶かしてる。これ普通じゃない。